失礼します。いいかな。いつ始まったか分かりにくらい、ね、あ、出てます。来た、はい、来ました、はい、あ、もう始まったんですか。始まりました。始まった。始まったみたいです。ぬるっと始まりましたね。ぬるっと始まりました。いや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 、あの初めてのね、はい、ことですけれども、はい、今回なんでもね、浦和レッズさんの方からですね、はい、こういう企画できないかみたいな提案がね、コンサドーレさんじゃなくて、レッズさんの方から提案があったっていう、不思議な、いや、埼玉県民、水曜どうでしょうファン多いですからね、あ、レッズのスタッフにも熱狂的なファンの方がいらっしゃって、ぜひね、鈴木さんなんか、はい、サッカー大好きだし、と、はい、いうことで、ぜひこういう企画をということで実現したということで、我々は今、札幌におりまして、はい、ミスターどうでしょう、鈴木孝之さん。そしてサッカーなんか全く興味のね、嬉しいの正道さんを、嬉しいのでございます。そしてディレクターの藤村でございます、はい、そして東京の方にはですね、はい、なんとレッズの、はい、レッズの選手の坪井さんがいらっしゃっております。よろしくお願いします。お願いします。我々ね、はい、もちろん初対面なんですけれども、はい、実は会ったことがあるというか、あった、まあ、見た、生で見た、我々が生で見たことがある、観戦したことがある、はい、あれ何年でした。2004年です。2004年3月、ジャングルリベンジでした、はい、マレーシアに行く途中、はい、ちょうどシンガポールを経由していくときに、はい、途中で寄ったんですね。途中で寄りましたね。で、私と三沢さんはね、すごくサッカー好きで、もちろんワールドカップの予選ですから、はい、これ見たい見たいって鈴木さんが言うもんですから、はい、まあ旅行業者に頼んでチケットを、ね、ゲットして、はい、行ったときに、まあもちろんゲームは見せられませんけども、はい、なんかね、一応映像というかね、私応援ですね。そういう形で気合い入れて、なんかバッタモンの T シャツ買いましたね。買いました。買いました。すごいですね。バッタモンのやつがね、ですね、シンガポールにたくさん売ってまして、公式ではない T シャツを我々買いましてです、ね。じゃあ日本のサッカー協会には貢献しなかったわけですね。じゃあバッタモンなんで。バッタモンね。僕はでも自前でちゃんと持ってきましたよ。あ、そうなんですね。実際は持ってますね。持ってますけど。じゃあ、現場にいらしたわけですね。行った。はい。坪井さんはそれ出てた。スタメンで。そうなんですよ。ちょうど出てました。背番号3番で。はい。うわ、よく覚えてらっしゃいますね。もうそれはそうじゃないですか。やっぱり元ね、日本代表とやる。いや、僕でも、そもそもお三方、サッカー好きなんですかって思ってましたよ。いや、僕はもう熱狂的に、まあ、コンサドーレ好きですし、子供の頃からサッカーやって。やってたからね。今もちょっと遊びでやってますけどね。そうなんですね。はい。私は、ずっとね、ラグビーをやらせて、ね、はいはい、まあ、フィールド的には同じところで、だいたいサッカー部とこう、ね、共有しながら練習するっていうのがあって、そのたんびにですね、サッカー部の野郎ばかりがモテてね、ラグビーは全くモテねえということで、嫌な目でサッカー部員を見てたんですけども、ラグビーをやめてからはサッカーの方が大好きになって。いや、実は今年のコンサドーレのホーム開幕戦、自粛がありましたけども、はい、再開になった時、FC 東京ですよ。僕ら札幌ドームで会ってて、ね、あれ、なんでいるのっていう。なんでいる。一緒に行ったんじゃなくて、別々に。別々に行って。でもほらまた自粛してるから人数少ないじゃないですか。そうですね。だから会いやすくてですね、なんかちょっと買いに行こうかなと思ったら、あれ見たことある人いるなと思ったら、スイさんが、いや、すごい、でも本当にじゃあやっぱ2人ともお好きなんですね。やっぱ好きです。はい、大好きです。はい、全然嬉野さんはトークに入ってこないです。嬉野さんは何も言ってない。僕だってもサッカー大好きですよ。嘘つきましたけど。でも今回ちょっとね、こうやって一緒に話をしながらね、サッカーを見るって、それこそね、そうですね、その坪井さんが出てたワールドカップ予選でシンガポールで見ちゃった時以来ぐらいなことです、うん、こんな3人で一緒にサッカーを見るなんてことはね。でも本来ならば、まあ、今日のゲームである埼玉スタジアムに行ってと、はい、いうことでしたんですけども、今回やっぱりこのコロナ禍ということで、別々リモートの場所でっていう、我々は北海道の HGTV 本社、はい、私は今東京支社ですね。誰もサイスタには行ってないっていう。そうですね、ある意味ね、コンサドーレがこの試合はアウェーなんですけど、坪井さん、かなりアウェーですよね。いや、そうです。僕なんかさっきからちょっと押されてる感じがだいぶあるんですよ。
アウェー感たっぷりという当たり前じゃないですか。ちょっと負けないようにしないといけないですし、まあ僕からしてもでもやっぱお三方は僕もあのテレビで見てる方ですから。ちょこっとなんでしょ。いやいや、ちょこっとちゃんと見て、あとはあのいろいろ調べました。ありがとうございます。いやでも最新のあのやつはちゃんと見てますから。あ、そうです。どうなんですか。アイルランド行ってるやつはちゃんと見てます。そうですか、そうですか。ねえ、あそこアイランドのダブリンなんかいたときはね、リバプールのファンがすごくいて、そうですね、うん、そうですよね、うん、やっぱりそのね、あの国は違えど対岸ですからね。そうですね、す試合多分ね、試合やってた、あ、やってたんですよね、でも街中が、そっかそっか、試合、そうですね、やってたんですよ、だから街中赤いね、うん、それこそレッズと同じようなみたいなユニフォームでね、そうなんですよ。あれはあれですか、リバプールもあれたんですか。いや、レッツはマンチェスターじゃないですか、多分。いや、あ、マンチェスター、ね、そんなこと言ったらうちだって言えない。完全にそれはどこも言えないですからね。だからなんかそういうサッカーの、ね、本場のね、はい、ああいうところにもう我々この前ちょっとね、はい、感じたりとか。やっぱりイングランドね、サッカーの母国ですからね。いや、そうですよね。いや、なんかあのほら、坪井さんなんかそのね、日本代表としてね、世界と戦うって言った時にさ、はい、まあ、ほぼそのね、あの国内の J リーグで、ね、サッカーをやってる中で、はい、ああいういわゆるもう強国と言われている人たちと対戦するって言った時は、はい、やっぱり全然違うんですか、普段の J リーグの試合。ああ、やっぱ全然違いますね。まあ、そもそももちろん日本代表 の、 あのユニフォームに袖を通すってことがもう、あの、なんて感覚的に全然違うものでしたし、まあ僕なんかはもう国内でしかやってなかったので、まあやっぱりなんか文化とかそういうの違いとか、なんかサッカーにかけるちょっと思いっていうのはやっぱり日本人ももっともっと頑張んなきゃいけないなって感じはしましたね。やっぱりもうそれも全然違う。まあ歴史ももちろん違いますし、まあさっき言ったリバプールだとかイングランドとか、あの辺はもうね、もうサッカーが国の国技というか文化ですからね。そうですよね。だからまあ選手自体もそうなんだろうけど、見ている観客の盛り上がり方というか、もうまああなた方がね、あの向こうでやるとしたら、アウェーで行ったとしたら、その圧っていうのはやっぱりすごいものがあるっていう、ね。いや、そうですよ。なんかちょっと本当に気抜いたらマジでガクガク震えちゃうぐらいな感じです。あ、そう。本当ですよ。ヨーロッパなんて言ったら特にそうですよ。それはだってラグビーのあのマカレ君だから。あ、やっぱり怖かったって言ってましたね、ラグビーのね、日本代表の方ともこうやってラグビーの試合なんか見ながら言った時に、やっぱりね、日本の中でやるのとはもう全然違って、やっぱり彼らの場合命をやっぱり取られるかもしれないぐらい。いや、そうなんですよね。まあ、実際気迫を感じる感じなんですか。あ、もう感じますね。もう選手、まあスタジアム全体からもそうですけど、やっぱ戦ってる選手たちもやっぱそういう中で、多分彼らは毎試合リーグ戦とかもやってるんで、まあ、それがもうピッチに立つ選手たちもやっぱそれがもう染み付いてる感じしますよね。あ、もうガラッと変わるっていう感じが、試合になったらっていうね。もう試合始まったらなんかその辺も忘れる感じですか。試合始まってからですか。うん、試合始まったらもうやっぱ夢中になってやる。あ、いい、始まってからの方はもう夢中ですね、僕らもやっぱり。うん、そうですね、まあ、やっぱ国を背負ってやってるんで。うん、まあ、ただやっぱり本当の戦いの最後の球際のところであったり、点を取るか取られないかところのせめぎ合いっていうのは、やっぱりその当時もやっぱまだまだ日本人は足りないのかなっていう感じはありました。今はだいぶ追いついてきてると思いますけど、それは感じます。そのさ、ね、僕らからするとフットサッカー日本代表ね、見てきた中でさ、どの時代が最強だったんだろうとかさ、やっぱりそういうのってね、ファンの心理としてはさ、いや、やっぱりね、中田がいた時だとかなんだとかとかっていろいろ思うわけですよ。坪井さんから見てね、どうなんですか最近。いや、レベル上がってるんですかね。いや、レベルは上がってると思いますよ。うん、なんかいろいろ言いづらいですけどね。いや、でもあの、それこそ2004年のあの時、あのメンバーとか、やっぱり2006年ワールドカップの時とか、うん、強いメンバー揃ってたんじゃないですか。いや、僕はなかなか、なんか自分がいたからというわけじゃなくて、なんか僕すごいところに入っちゃったなって感じありましたよ。そう、だからコンサドーレにもね、いてくれて嬉しいんですけど、小野さんがいたり、稲本さんもいて、ね、中村俊輔さんとか、すごいメンバーが、まさにシンガポール戦なんかその中盤ですからね。そうね、スター選手が揃ってるっていう印象がありますよね、歴代の中でもね。そこに坪井さんいたわけじゃないですか。そうなんですよ。まあ、ちょこんとこの坊主がいたわけですよ。いや、
目立ちましたよ、あなたは。すでにサッカーの試合であなたは目立ってました。本当ですか、この見た目だけじゃないですか。そうでもなんか あの試合だってあれじゃないですか、なんかキーパーがバーッと前に出てきてシュート打ったりとか跳ね返したりとかしてましたもんね。前半ですよね。よく覚えてるね。そういや、もうそういう違います。それちょっと後であの最近映像でまた復習した。いやでもね、今日も本当にある意味やっぱりね、最終戦なんですよ。そうか、 J リーグ最終戦なんですよ。そうかそうなのか。いや、もうちょっと俺行きたかったな。いや、埼玉スタジアム遠いけど行きたかったんですよね。いや、埼玉スタジアム来てほしいですね。いや去年行きました。僕はあの決勝ルヴァンカップの決勝。ああ、そうなんですね。埼玉スタジアムだったんで負けましたけども、コンサドーレ決勝行きましたから。まあちょっと列の話で申し訳ないんですけど、あそこもやっぱサイスターが、はい、相当人数入るとやっぱ海外みたいな雰囲気になりますよ。なるほど。ああ、そうですね、はい。だって日本の中で言えばね、レッズのサポーターって言ったら一番熱狂的だって、ね、うん、代表的に言われているようなサポーターのところで、こんな立派なね、うん、スタジアムがあったらそれに近いところがあるんだろうね。そうです。日本の中で言うと割と海外に近い雰囲気を味わえるのが最初だっていう。あ、僕はそうだと思いますよ。まあ、あとサポーターのあの雰囲気もそうですし、あ、そう、まあ、多少野蛮なところもありますが。あるやっぱりサポーターって野蛮っていうのも大事じゃん。コンサどれも違いますよ、やっぱりね、全然ね。コンサどれ優しいですよね。優しい、道民は優しいですよ。まあまあ、それ県民、埼玉県民、ここでなんか嘘晴らしてるじゃないですか。それぞれの良さがあるんですけど。まあね、まあ、ね、あるまあでもあれはあれで、やっぱレッツのサポーターやっぱいいですよ。いいよね。でもさ、はい、埼玉ってさ、ね、浦和があってさ、大宮があるわけじゃない。はい。あの関係っていうのはどうなの、埼玉県民からすると。あれは多分選手ももちろん意識は多少してますけど、あのサポーターとか町の人の方が敵対意識あるんじゃないですか。だよね一時期大宮行きましたもんね。あ、そうなんですよ。最近ちょっと向こうが下がってますからね、はい、なかなかちょっと割と余裕の、ね、目で見られますけど、まあ、選手も多少やっぱ意識はしてますけど、あ、けどやっぱりあのプレーしてるピッチ上では相当そういう意識ありますけど、うん、いやピッチ離れたらやっぱり同じサッカーしてる仲間っていう感じになっちゃうんで。でもなんかそこら辺もなんかヨーロッパのサッカーチームと似てますよね。同じようなところでね、うん、あの2つチームがあってどっちを応援するんだみたいなところが ね、うん、よくありますもんね。それがなんかこの埼玉でねサッカーがやたら盛り上がってレッズとアルジェリアでやってるっていうのはいいですね、なかなか。あれ映像が、はい、もうちょっとあと大丈夫、やりました、やりました。レッズ側というか坪井さんから見て、はい、今季のこのコンサドーレっていうのはどう映ってるんですか。ね、よね、コンサドーレは、はい、僕もっとこう、いや、ミシャやっぱ攻撃的なんでサッカーがすごい、まあ、もっともっと点取れるんじゃないかなって気はしてたんですけど ね、だからそれこそあれでしょ、ミハイロヴィッチ監督の時に坪井さんいたっていう。ああ、レッツで3年間やってるんで。うわ、はい、いや俺そのね、やっぱあの監督が来てからね、ね、はい、コンサってね、岡田さんが監督をやってたこともあったし、やってた、ね、そうですね、割といい監督がいらっしゃって盛り上げようとするんだけど、うん、なかなか成績が追いつかないみたいなところがあって、うん、そうですね。でもすっごい僕はね、サッカー見ててやっぱり面白いんです。うん、実際坪井さんがこの指導を受けている中で、はい、やっぱり自分のサッカーがなんか変わっていくようなね、なんかとかありました？あ、今、いや、まあ、はい、あ、始まります。いいですね、坪井さん喋ってください。いや、やっぱり僕、まあ、ずっとディフェンダーですけど、はい、やっぱりその当時からミシャもやっぱりこのセンターバックの今この触ってる位置ですね、はい、この、はいはいはい、ここから攻撃の起点になれるんだってやっぱずっと言ってたんで、まあ、それは僕本当にディフェンシブな人間だったんですけど、相当意識して、はい、いや、まだサッカー上手くなるなと思いましたね、やっぱミシャの元だと。そうか、だからディフェンスでセンターバックであれ、その攻撃をまずお前から始めるんだという意識があったっていうね、はい、その意識は相当植え付けられましたね、相当。へえ、いや、それでやっぱコンサドーレのサッカーが面白くなりましたね。いや、面白くなった、うん、まあ、でもミシャはどこ行ってもやっぱその自分の形を貫きますし、やっぱ面白いサッカーになりますね、どこのチームでも、
でもそれってさ、きっとね、あの僕なんとなく試合現場で見に行ってて、あの彼の立ち振る舞いとか見ていると、うんうんうん、やっぱ選手にね、すごく愛されてるというか、うんうん、選手の信頼を得てるっていうのはなんか感じるんですよね、うんうん、そういうことがやっぱないとなかなか自分の戦術を選手がやってくれないこともあるわけですよね。いや、いいこと言いますねやっぱり分かっていらっしゃる方は分かってらっしゃるんです本当そういう方ですか？いや、でも本当にそうです。まあもちろん優れた戦術眼とか、うん、その素晴らしいもの持ってるんですけど、うんうんうん、やっぱりそれ以上に人柄であったり、ね、うん、やっぱこの監督のためにピッチでやっぱり一生懸命走ろう頑張ろうと思いますからね、うん、そういうふうに思わせる能力っていうのは僕は監督には非常に必要かなと思います。そうですよね。もちろん戦術も大事だけど、はい、それを浸透させるためにその人の人間性がね、やっぱりこの人に頑張ろうっていう気持ちって高校野球とかだったら絶対あるからね。なんかいや、そうなんですよ。でもそれってやっぱ原点じゃないですか、やっぱり。そうだよね、はい、そうなんだよね。だからプロであったとしてもね、お金もらってやってる選手であったとしても、うん、やっぱり勝ち負けよりも勝たしたいっていうね、うん、この監督絶対それはあるんだろうなとは思いましたね。なんかすごく、うん、だからあの時代のレッズっていうのはやっぱりやってて面白かったんですか？ああ、僕ら面白かったですよ、うん、まあやっぱりその攻撃的に行って失点食らってどうのこうのってありましたけど、まあでもそういうのってミシャ自身もやっぱあんまり言わないんですよ。あ、そうですか。それは狙いが OK だったからミスしてもいいんだみたいな感じだったので、やっぱそういうふうに言われると選手もやりやすいですよね。あ、いい悪いがはっきりしてくれてるんで。なるほど。逆に、ね、監督がそれはダメだって怒るようなというかね、そういうことはどんなことをやると怒るんでしょうか？まあ基本はやっぱりこういうなんですか、ピッチの上で戦わない姿勢っていうのは許さない人でしたけど、前を向いてないと、うん、まあ、あとはやっぱりディフェンスも横パスとか後ろにばっかパス返してるとやっぱ怒ってましたね。はいはい、はいはい、そう、家弁って家弁って怒ってましたねちょっとこれは何て言ってるか言えないんですけど、いや汚い言葉なので。あ、そう、はい、だったらね、ディフェンスはね、やっぱりね、なんとか一回球を落ち着かせなきゃいけないから、どうしても横パスとかね、すぐに前に蹴るっていうのはやっぱりね、はい、って思うけど、それをあんまりやりすぎると、ミシャから、そうなんですよ、汚い言葉が吐かれると。ゴールはどっちにあると思ってんだみたいな感じ。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。いや、それはね、サッカーを実際、テレビじゃなくて、俺、スタジアムに見に行ったら、すごい感じました、本当に。あの監督がね、ちょっと若干足を引きずりながらね、はい、そうなんですよ、前に来て前に来て、はい、そうです、それで彼意外とディフェンスのことばっかり言ってて、はい、僕ずっとね、ほら観客が少ないし拍手だけしかあれだから、はい、そうですね、監督の声がすごいスタジオに聞こえて、シーズンはそうでしたね、印象に残るのがとにかく振動振動とにかくディフェンスで振動を流してそう、お前もっと前行けっていうことをずっと言ってたっていう、あとアナロですね、特にアナロ3バックのあのところですよね、3バックのことをよくあの人は言ってますね、だから攻撃のお前らから始めたぞっていう、いや、そうです、そうです、意識が相当強いっていうのはスタジアムに行って初めて感じた、いや、あのね、だからこのテレビの中継だとあんまり監督の映んないじゃないですか、でもあのスタジアム結構全体が見れるから監督の動きとかもすごく分かるんで、やっぱり激しいアクションがありますし、よく第4審判に怒られてるんで。いいじゃない、そうですね。そう、それもね、やっぱり、ね、見どころとしては面白いんですよね。まあそれやっぱスタジアム行かないと分かんないですからね。分かんないですね、面白いんですよ。これが。ほら、もうここで福森くんがここにいますからね。そうなんですよ。今ね。メンバーもスリーラップの一人がここまで上がってるっていうのが、やっぱりそこがこう非常に攻撃的な、まあ、どうなんですか、浦和は今どんな戦術というか、浦和はちょっとミシャの時から変わって、その、まあ、4-4-2 っていうスタイルにして、まあ、どちらかといえばしっかり、ブロックを作って守って、そこから速い攻撃というか、奪ってから速く縦にっていう攻撃ですね。まあ、ミシャの時みたいにマイボールをすごく形があってしっかりつないでっていうよりかは、うん、奪った瞬間早くっていう感じの方が強いですね。じゃあ球を、ね、持つ方保持率ということでいうと、もうとりあえずコンサーが2に持たせといてもまあ別にいい、まあ、おそらくそういう感じだと思うんですよ。あ、まあ、展開によってはでも浦和もボール持てる選手はいるので、まあ、ボール保持することも多くなるとは思うんですけど、はい、でもやっぱりこう
ってさ、試合見てるとさ、ね、攻めていく、攻め常に前を向いて、今ね、はい、あのバックだってどんどん前に出していく、こういう姿勢を見るのは、うん、見てる方としては非常に楽しいよ。楽しいですね、うん。やっぱり楽しい。見てて楽しいサッカーをやってくれてるんで。ミナレビッチ監督をね、あの呼ぶときにその、はい、社長の、ね、野々村さんがなんか新聞で読んだんだけど、あのやっぱり攻撃的なサッカーっていうのを見せることによって、この北海道っていうところにね、うん、あのサッカーの面白さっていうのをまず見せたいと。それできっと負けることもあるだろうし、うん、なんだけど攻撃的にやるっていうサッカーの面白さをまずみんなに見てほしいみたいなことで、あの監督を選んだみたいなことをね言ってたときに、あ、それ面白そうだなって。負けてもしょうがないんだっていうね。だからあの、うん、結構サッカーはあまり知らないんだよねっていう方も、うん、こう試合を見たりスタジアム行ったりなんかして、いや面白かったっていう人増えてますよ、うん、コンサートオレはやっぱり。いや、それはやっぱり素晴らしいですよ。やっぱりミシャの功績ですよね。じゃあそうだと思うね、うん、やっぱり変わるわけでしょ。選手のね、あれをしても監督によってやっぱり全部変わるわけでしょ、サッカーって。ああ、やっぱ変わりますね。まあもちろん、ピッチでやるのは選手たちですけど、で、ピッチの上でこうやって判断するのも選手なんですけど、まあでもやっぱり基準だとか、役割だとか、うん、チームとしての方向性っていうのはやっぱ監督が決めるので、うん、で、監督のこの、なんていうんですかね、思いとかそういったものを、ピッチの上で表現するのが選手っていうことなので。そうなんだね。やっぱ個人でね、いくら実力を発揮して、でもやっぱりプロの選手だからさ、なるべくさ、まあ、勝ち負けにもこだわらないと同時にやっぱり自分がね、はい、目立ってというかね、うんうん、得点を取らなきゃいけないしね、というところはあるんだろうけど、やっぱり根本的にはその戦術と理解してないとね、機能してなかったらやっぱりね、いくら上手くてもどうしようもないですね。いや、そうなんですよ。ねえ、うん、どうなんですか、ね、日本にね、もう海外からの超有名選手とか来てますけども、やっぱり彼らのパフォーマンスだけではなかなかね、成績的には、いや、まあそうなんですよね。いかないっていうところはありますもんね。まあ、やっぱりそういう選手連れてきて、あの、もちろん中心軸としてやるっていうのも、あの、全然悪くない、僕はいいと思ってるんですけど、まあそこに周りがどういうふうに反応して、うん、まあ、結局一人ではやっぱ勝てないんで。ねえ、うん、それはなんか如実に感じたなと思って。そうね、そのすごい選手をに生かされるだけじゃなくて、どうやって生かすかってこともやっぱ考えなきゃいけないですよね。やっぱりなんかね、ただお金を使ってね、いい選手ばっかり呼んでね、国内外からね、集めてもまだね、コンサドーレの上にいるぐらいしかない。どこのチームとは言いませんけど。どことは言いません。言いませんけども。いやいや、神戸上でしょ、神戸。神戸言うな。具体名言うな。いやでもまあ、星も見たいけどね。あれもさ、でも俺すごい必要だと思ってて、やっぱりイニエスタが来るってやっぱ胸躍るから。いや、そうですよ。いやでも、あれはあれでやっぱ大事だと思いますよ。いや、大事ですよ。やっぱ大事。そういうチームはもうそういうふうに突き抜けていってほしいなって気もしますね。本当にね。でもそういうチームが僕は強いと、下のチームもね、ばっかり何言ってんだ、ああ、そうなんですよ。叩き上げの俺たちが行くぜっていうね、はいはい、そういうなんか面白さも絶対出てくるからね。まあ、僕にレッズ入団した時なんかまだそんなに優勝とか勝ち星もあんまなかったチームだったんで、鹿島全盛、鹿島、ジュビロ、ジュビロか、マリノスですね。その後なんだね、レッズは。そうなんですよ。なんでやっぱりレッズ最初もめっちゃ弱かったもんね。いや、 J リーグのお荷物って言われてた時代、ね、言われてた。まあその時代僕も全然プロになってないんですけど、あ、はい、そっからだもんね。そっからですね。ああ、嬉野さん、あの僕らの話ついてずいぶん盛り上がって、盛り上がっちゃうんですよ。でもいや、いいんじゃないですか。いや、いいんじゃないですか。盛り上がっちゃうんですよ。だってまあゲームは今流れてんだけど、まだね、お互い手探りの状況なんでね。いいって。いやいや、今日は僕、嬉野さんが寝ないかどうかだけすごく心配です。そうですね。多分寝れないと思いますね、これね。当たり前じゃないですか。でも今日はでもカメラを持ってないんで大丈夫かなと。ちゃんと見てますからね。予習してるね。ちゃんと予習してますから。誰かからの入れ知恵だろ、それ。レッズの女性スタッフからの入れ知恵だろ、それ。熱狂的なあのファンが。これ言った方がいいですよ、みたいな。今、どっちが押してるんですか。いや、どっちが押してるって感じではないでしょう、ね。僕もちょっと話に夢中で、今ちょっと見てなかった。ちょっと見てない。俺も見てなかった。いやちょっとね、ゲームの方もね、うん、まあ、ちょうど10分過ぎたところで、ここら辺からね、そうですね。ね、あとやっぱコンサドーレ、僕、結構この、うん、
まあ、ミシャがも言うんですけど、人に結構しっかり守備行くんで、うん、このいけてる時はいいと思うんですけど、はい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 、これやっぱミシャになってから相当ミシャが言ってるんじゃないですかね。なるほどね。いや結構フォワードもね、本当にすごく戻る時は戻って、いやそうなんですよ、やってますからね。だから、うん、あの外国人選手が結構献身的に ね、うん、ディフェンスもやるんで、それはチャナティップでしょ、やっぱりチャナもそうですけど、ね、ブラジル選手も意外にやっぱり外国人選手ってフォワードっていうか、ね、トップの方いるとサボる人多いですよね。あ、そうですそうです。まあ点取りゃいいんだろうぐらいに思ってないかぐらいの、はいはい、そういうとこあるんだ。はい、今だってジェイ選手にしてもやっぱり戻ってますからね、はい、ちゃんと。そうですね。ジェイなんてもう大選手なわけでしょ。いやそうですよ。ねえ。それがあんなとこまで戻って守備をしてい く、ね、いくわけですからね。いや僕ね本当にねテレビで見てると分かんないけど、実際にあのスタジアム行ってJを見た時に、腰つきから何から体つきが違った。こいつに球渡したらそれは取るだろうと思ったけど手取れなかったけどね、なかなかね。でも体つきから何から動きがやっぱりなんかね機敏なわけじゃなくてどっしりとしてね、うんうん、ね、やっぱり外国の選手すげえなと思いましたね。なんかおっとおっと、いやまず全然僕浦和寄りのあれを話してないです。いいんですよ、いいんですよ、別に。まあ僕はミシャ寄りですよ。ミシャ寄りですよ。それは共通点ですね。そうですね。それは共通点ですから、本当に。いやでも浦和もちょっと僕個人的にはやっぱり盛り上げてもらいたいんで、うんうん、今10位なんですけど、やっぱもっと上目指してほしいですね。10位今。今10位です。あらららららもうフロンターレ強すぎるね。いやフロンターレは今年はあれはどうなの、どうなの、つぶさんから見ててあのいやフロンターレの強さって何なの、あれは何なんですか、めちゃくちゃ強いですよね。強いよね、強すぎるでしょ。いやもうちょっと成熟しちゃいましたねチームとして、あの守備も攻撃も、どちらかといえば守備の強度って今まではそんなにこだわってなかった部分があったんですけど、うん、去年今年あたりからやっぱ守備面の強度、人に対する守備っていうのがすごいんで、やっぱりフロンターレもどっちかというと攻撃的なチームっていう風に見えてるけど、はい、それが守備もかなり力が成熟してきたっていうことね。まあ、もちろんボールはすごい持ちますけど、こういう風にボール持ってて、うん、ボール奪われた瞬間、うん、相手コートでそのままボール奪うことがめちゃくちゃ多いんですよ。はあ。なんかそこがやっぱ今徹底されてるのが。おい、いいですね、今。いいの来たよ、今。やっぱり福森選手の左が。これコンサドーレ押してるね。ちょっとだいぶ時差がありますね。いやいいですよ、やっぱりミドルからやっぱりこの辺で一回打ってる。いやいいね、いいよ、ね、ミシャこういうのは喜ぶね、はい、いったいった。これはレッツを警戒しなきゃいけないですね、彼の左足は、いやいいですね。うわナイスキーパー。これでコーナーですか。そしてまた福森さん、わあいいですね。いや福森推しですね。福森様ですよ。いやもう確かに神様仏様福森様ですよ。確かにいい選手ですけどね。よっしゃー、わあ、ね、いやールーカス好きだな。いや俺ルーカス好きなんだよ。わかるね。あのねスタジアムに行って彼のだから外国人なんだけど彼の献身さを見たら相当ですよね。すっごい運動量で。運動量一生懸命。そう。で大きくないですよね。そうですね。なんかその人がサイドをずっと走ってって、いやー俺ルーカス好きですね。チームのために。ルーカス。すごいさ、ごめんね本当に。いやいやもういいですよ、ね。僕もルーカス選手は好きなんで。そうですか。いやまあ彼っていい、ね、あの自分でドリブルして打開するもちろん力もあるんですけど。うん、そうそうそう、本来そうなんだよね。そうでもやっぱうまく周り使うんですよ。そうだよね。そういうところわがままじゃないんだよね。いやそうですね、ドリブラーっぽい動きをすごくするんだけど、かといってそれ一辺倒ではないっていうところには、うん、だからすごい信用されてんだなっていう気はしますね、うん、なんかやっぱり視野の広さとなんかクレバーさっていうか、うん、両方ね兼ね備えた選手だなって思うんですよね、うん、いやなんかねたたずまいがいいんですよルーカス。そうそうそうなんかいいんですよ、なんかやってくれそうな。そうでまたあのね大きくないから大きくない日本人選手的な、そう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 日本人選手、ね、好きですよね。いや2人ともめちゃくちゃ好きですね。ルーカス選手ルーカス好きです。これは本当そう、あのスタジアムに行って気づきました、うん、テレビの中継見せても分かんない、うん、そんなこと見ないから、うん、それは好きなっちゃったっていうね。いやこのちょっと真剣にサッカー見るところ、もうね、やっぱり
田中選手がここまで上がってきてますからね。やっぱりすごい。はいはいはい、いいです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 。坪井さん、今レッツはいいところありますかね。レッツはあの西川がいいセーブしてますね、やっぱり。攻められてますね。西川か。いや、周作、西川周作はもういいキーパーですよ。そうですか。いいキーパーですよ。はあ。そんなにこう、なんていうんですかね、大声張り上げてっていう感じじゃないんですけど。うんうん。やっぱりさ、ほら、あの、ディフェンスをね、やってる人間ってやっぱキーパーの関係とか相性ってきっとあるでしょ。はいはい。キーパーとのそれぞれのディフェンダーとの相性みたいな。坪井さんの中で、なんかすごいやりやすかったって誰ですか？僕はまあこの今周作もそうですけど、レッツのキーパーって意外と僕全部やりやすかったんで、レッツを省くと、あの楢崎聖吾さんとか、おお、どこがいいんですかあの方は。いや、あの人はなんか物静かなんですよ、すごいね。そんな感じですね、川口さんと違ってまああのどっちもいいタイプなんですけど、どっちもいいタイプ、物静かなんですけど、全然ね、こう生徒どうみたいな感じで、ね、はいはい、そうなんですよ。でやっぱりこうビッグセーブなんだけどビッグセーブに見えない、要するにいいポジショニングを取ってる、あ、この安心感がすごいんですよ。なるほど、川口さんがなーっていうところを割と淡々とやってるみたいなだからまああれってやっぱあれは聖吾さんのまあスタイルなんですけどね。へ、あれってなんか僕らディフェンダーからするとすごい安心感を、安心感をね。いや、そうなんですよ。あ、なるほど。で、多分こっちの位置を取ってくれてるとか、ここを見ててくれてるとかっていう、その静かだからこそそういう安心感が逆にこっちに、そうですね、ってことね、ガッチガチね、声出してガチ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 って言うんじゃなくてね。いやいや、それはそれでいいんですけど、いいんだけど助かる部分も、ね、助かる部分でね、ラーっていうことはあるんですけどね。時々はやっぱもう分かってるよ、うるさい、分かってるあるでしょ、やっぱりそれが楢崎聖吾さんだと割とこうビシッとこう、いや、そうですね、ような雰囲気があって、まあ自分もある意味こっちにね集中できるみたいなところは、はい、坪井さん的にはやりやすいってことです。そうですね、他の選手はね違うかもしれない、ね、そう、私的にはです ね、そうですよね、はい、同じというかもうレッツといえば牧野さんとかねいらっしゃいますから、あの方もなんか激、はい、熱くなる形じゃないですか、どっちかっていうそうです。でも彼はああいう風に見えるけど意外と冷静ですよ。あ、そうなんですか。ああいう風にちょっと見せてる部分もあるんじゃないですかね。あ、そうなんだ、うん、ディフェンダーの中で割と熱い人って誰ですか、じゃあ。なんかトゥーリオじゃないですか。え、トゥーリオそうですね、やっぱりそうですね。それはもうあいつはもういいも悪いももうなんかずっと怒ってますからね。それはもう見ててわかるけど、やっぱり一緒にやってても分かってるからっていうところも多いわけでしょ。それまあでもあの当時のレッツの中では、でも彼の存在そういうのっていうのはもうみんな分かってるんで、それが良さだったんですよね。あ、なるほど、引き締まるというか、トゥーリオが怒ってるってやらちゃんとやろうって言ってね。そうだよね、それも一つの大きなモチベーションになるもんね。いや、そうです、そうです。常に怒ってるやつがいるっていうね、うん、黙ってね、なんか冷静にばっかりではなかなか言ってね。であれがトゥーリオがいて、もうまたうるさいのが隣にいたらよくないんですけど、あの時も僕一緒にやること多かったんですけど、僕割とトゥーリオいる時は静かだったんでそうだよね、そのバランス取らないとね。トゥーリオがわーわー言ったやつを後でこっそり、うん、大丈夫だぞ大丈夫だ、あいつもああやって言ってるけど本当はお前のこと思ってんだから大丈夫だそうそうそう、本当に怒ってるわけじゃねえからそうそうそうね、多分ね、ちょっとね、本当にね、怒ってんだろうけど、それは違うぞと、はい、今もう一生懸命やるんだっていうことを彼は表して、うん、そしてもう胃の一番にもう点取る瞬間が来たら前に行っちゃうっていう、ね、いや、そうですあれってやっぱり別に本当に走ってくるでしょ、バーッとこう。いや、本当ですよ、だから戻ってくるより全然早いですもん前に走ってくるチャンスと見た時の、でもあれもきっと嗅覚でしょ。いや、あれやっぱすごいんですよ彼は。ねえ、うん、なんでまあ周りからももう認めてましたよ、彼が行くのは。あ、行くとか、もうじゃあ誰かが下がろうみたいな。そうです、そうです、もう行ってきなさいっていう感じで行ってこいとでもそれやってるとさ、なんだろう、あのプレー面白いんじゃないですか、なんかいろいろやることが多くて。あ、そうです、ね、役割っていうのもはっきりしてましたし、ね、
ね、こうなんか自分たちでやっぱピッチの中でやっぱ考えてやんなきゃいけないって面白かったですね。ね、そういう人が一人いたらね、はいはいはい、普通だったらお前今行くなっていう時にここなと思った時にバッと行っちゃう人がいるわけだから、ね、それは考えないといけないもんね。そういうなんかチームだと多分見てる方もそれが伝わってきっとレッズは面白かったっていうね、あんだけ熱狂的なファンからそうですよ、ね、いけーみたいな感じでね、うん、なんか それぞれの特徴がすごいあの表に出てたんで、ね、それはやっぱ面白かったんじゃないですかね、見てて。確かに、そうした時のだからレッズなんて黄金期でしょ、きっともういろんなそういう特徴的な選手がいて、うん、ね、いやまあもっともっとねそれをずっと長く続けてほしいですね、うん、僕はレッツには本当に、ね、いや一つで俺なんかはジェルが始まった時はやっぱりねベルディじゃないですか、そうですね、武田がいてみたいなさ、はい、あそこから作った後にね鹿島とかジビロも来ましたけど、うん、やっぱレッツの時代ってやっぱね今時代が終わったとは言いませんよ、終わったとは言いませんけれどもレッツの時代ありましたね、やっぱ今ま、またこれから今やってますから一生懸命いますかねレッツ、まあ、やってますから一生懸命いますかねうわーし、いや今もう浦和ファンに怒られて殺されますよ、いやいやいや浦和ファンにしたらねこのお前らまだ時代もないんだろうって言われるんですから、そうそうそういやだからです、だからもう平気で言えるわけですよ、時代を引いたチームがさ、ね、10位ですか、レッツ。そうなんですよ。コンサドーレ今14位。13じゃないですか。13ですね。まあ、我々にしたらね、上なんか、あんまり行ったことがないから、十分って。まあ、でも、なんかこう、コンサドーレを来季に向けてっていうところが、やっぱりこう、シフトで、やっぱり今年はこう、移籍とか、ね、怪我っていう、今、チャーナティップやアラノ選手もね、怪我で出てないですし、あとやっぱりね、鈴木武蔵選手もうわー行っちゃったな、ね、行っちゃいましたね前半かなり飛ばしてたんですよ、そうですよね、かなり良かったんで、はいはい、今年はっていうところがあったんですけどね、正直いやでもやっぱミシャも札幌もそうですけど、こうなんですか、いい時も悪い時もあんまり変わらないのがやっぱり好感持てますよね、サッカーが。ああそういうことね、うんうんうん、負けが込んでるからといってね、戦術自体はもう変えてとかっていうことではなくて、どこそこをなんかちょっと変こう改善点だけをなんとかちょっとずつやって同じスタイルは崩さないっていうかね、うん、それはそうです、見てる方分かりやすいだいたいプレイスタイルが分かってきたから。今給水ですか。そうですね。そうか。古島先生、この前我々の話を聞いたし、のそのなんていうんですか、そのついてきてますかって言ってますけども、あの人物名が多すぎる。あ、選手が分かんない。人物名にあのまつる文脈が分からないっていうので、ついていきようねとなります。なるほど。まだ今試合をゲームの組み立て方とかなんとかの話しない。いや、だからそうですね。なんかその実況してもらったらまだ。ああ、なるほど。なるほどね。それは後半ぐらいから。別に今はね、なんか楽しくやっていただいて。まずね、僕ね、こうやってね、サッカーの日本代表の選手としゃべるなんて初めてだから、聞きたいこと食べようと。それでいいと思うんですよ。まあ、いいんじゃないですか、実況はあのダゾーンさんの方にお任せしておいて。いや、そちらはね。そんなんで俺が楽しめないでって。今なんかあれだね、でもプレーのあれするにしてもなんかずれてるらしいね、そっちと。あ、なるほど、映像が。そう、ちょっとこっちが遅いんじゃないですかね。遅いのかな。ああ、今 J 映ってるよ。あ、今 J 映ってます。一緒になった。いや、一緒になった。なってないでしょ。今切りました。ね、ああ、じゃあこっちも早いわ。ああ、じゃあちょっと遅いです、ね。ああ、こっちも早いわ。こっちがいいこと言って、つぼいさんはその後プレーを見て着実に楽しいことを言う。ということで使えばいいわけですよ。こっちはもう熱くなって今のいいよねって言ったら、その後2、3秒後に見て、確かに今のはいいですというふうに解説してくれれば逆にいい。そうですね、じゃあ後付けで、はい、後付けで、本当にそのプレイ良かったのかな。いやまあコンサドルやっぱいいですよね、こうやってワイド大きく使って。いいですよね、いやでもレッツがこのコンパクトに 4-4 のブロックを作るんで、うん、中盤とディフェンスラインで、これを攻略するにはこのサイドのワイドのポジションって大事なんですよ。はあ、割とレッツはだから真ん中の方にこう行ってるな。
まあ、そしてコンサドーレね、非常にいろいろポジション変わりますからね、選手がメンバーとしても。今もだってね、深井選手がセンターバックぐらいのところに入ってたりとか、そういうようなことで、チェンジするし、まあね、左右もいっぱいチェンジしますしね。このところが変幻自在みたいな感じで。三下さんもね、選手の名前出なくても、もう後ろ姿ぐらいで分かっちゃってるからね。坪井さんだって分かんないよね、そこまでね、全員の選手の名前ね。いや、僕全員はちょっと、もうパッとこう出ないですよね。パッ出ないでしょ。やっぱり真ん中にいらっしゃるね、あのもう同じユニフォームを着た、今日は向こうはアウェイですけどね、赤黒を着た鈴井さんがね、一人で本当に。そうですよ。スタジアムにいるときもやっぱりね、そういう、どんな感じで見てるんですか、鈴井さんは。僕はね、静かで、いや、今は、まあ、コロナということもありますけど、でも僕も本当にメインスタジアムで静かに、俺もそうあのゴール裏行ったりはしませんので、大丈夫、時々でもメインの方で罵声を浴びせる人いるんですけど、いやそう、僕はやっぱり紳士的に見ます、あそうなんですね、ええ、それはよかったです、よかったです。それと本当にあのどちらかというとこう、非難は一切しないですね、あ非難はない、ね、だからというよりは、いいプレーに、そうよしよしっていう感じですよね。うんなんか良かったですよ、そのまあね、良かったっていうのはあれですけれども、観客が少ない中で、そのね、鳴り物もなく、ただ、なるべくこう拍手でね、うん、あの選手に声援を送るっていうのは、うん、すごくなんか雰囲気が良くて、うん、僕はあんまり騒いで見たくないんで、あとで今回のやっぱりこの1年で、この選手間の声の掛け合いのとか、あとはやっぱりすごいシュートを蹴った時のボールを蹴る音。ねバンっていう音ですね。やっぱり迫力あるなっていうのが今まで聞こえなかった。今までにはないその面白さありましたよね。はい、監督の声が拾われちゃったりとか。非常になんかそういう新しい経験というか、試験があって、それはそれでっていう。すごくよかった。うん、結構だから細かい声出してたりするんですよ。ねえ。ね、僕もディフェンダーやってるときは、なんかもうめちゃくちゃ細かいのをちょっともうちょい右だとか。はい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 。そういうのが聞こえてるっていうのは今シーズン面白いんじゃないですかね。で、あと声を出してる選手とかそうでもない選手とかね。そうなんですよ。あのコンサドーレのね、アナの選手に聞いたらね、アナ選手はね、自分でね、声が通らないんだそういう声質だからあんまり言わないんだ大きい声は出さないっていう出してもあーって言われる通らないから、だから近くの選手にしか声をかけないみたいなそういうことも言ってたりとかねあるかもしれない、ね、面白いですね。そうするとミッシャーの声は通りますね。通りますね。ミッシャーは通りますね。通りましたね。すごい選手よりもすごい声だ。うん、多分あの今シーズンあったんですよ。出てない選手の名前言ったっていう。ミシャーがですか？ミシャーは。それ出てないだろうって。それであのスタジアムの観客の皆さんからこの笑いが起きた。不思議な現象がありましたよね。笑い起きる、ね。いや不思議ですね。本当ミッシャーがなんか。指示を与えると割とスタジアム全体が和むんですよ、うん、そういう雰囲気がある、うん、あの人には、うん、厳しいんだろうけどもなんかそういう雰囲気がある。いやそうなんですよ、ね、シェーンドーって喋るのが聞こえてくると本当に急もうスタジアム全体が和む。あれ誰怪我したの？心臓ですね。コオロキですね。あれえいやちょっとコオロキがいなくなるの痛いですね。痛いですね。大丈夫ですか？あ武藤がいるんですね。武藤、はい、武藤もいいんで。いや、興梠慎三は本当にいい選手ですからね。そうですか。はい、僕はもう日本のフォワードの中でかなりの評価をしてます。あ、そうですか。はい。そのディフェンダーやってる方からして見たそのフォワードのその良さってどういうところを見てるんですか。いや、慎三はもうやっぱ一瞬の動きがうまいですね。やっぱ自分がゴールを取るための逆算された動きっていうのがその試合中に相当してるんで、やっぱそういうのはいいフォワード、やっぱ点取ってるフォワードってやっぱ点取るために、うんうん、あの細かいディフェンダーとの駆け引きとか見えないところでやっぱ動いてるんですよ、はいはい、前段階ね。いやそうですそうです前の、ね、はい、ボールが来た時だけじゃないんですよね、やっぱり、うんうん、その予備動作がやっぱすごいんですよね。あ、そうするとやっぱりそのね、どうしてもあれ素人っていうかテレビ見てるとシュートの力というかね、はい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 、シュート打った瞬間しかやっぱり見ないから、うん、でもやっぱり球を送る側としてはその人がどこにいて球を送りやすい位置にいるとか、いやそうです、こうだったら点取りやすい位置にこいつはいるっていうんじゃないと、はい、やっぱパスも出せない、ね、いやそうです。あとはそのタイミング出し手が出せるタイミングでこう落ちてくるとか、ね、あそういうのが抜群にうまいですね。あそう、はい、
歴代いろんなね、レッズにもいろんな選手いましたけど、興梠さんはかなりなもんだ。そうですね。彼がもう10年近く2桁得点取ってるのはやっぱそういうことなんじゃないですかね。はあ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 。よくね、もうなんかサッカーのあれなんかでは枠内に飛ばす力がどうのこうのっていう、そっちばっかりがちょっと注目されたりもするけれどもね、はいはい、ストライカーにとっては、うん、だけどやっぱり、ね、その前のね、どこにポジションを取ってるんだっていうのが意外とやっぱり大きいっていう。だから僕結構子供とかなんか今引退して子供と接することもあるので、サッカー少年とかに、うん、やっぱりどうやったら点取れますかって言ったら、うんうんうん、もう僕困った時はスタジアムに行って興梠慎三見なさいって言ってあんた教えに行ってんでしょ慎三見てなさいって言って。あ、そう、はい、でもそれきっとなんかあるよね、ずっとその選手だけ見てたら、ね、いや、多分面白いと思いますよ ね、はい、普通であれば近づくべきところを、球が来てるから近づくところを多分わざと遠くに行ったりとか、 いや、そうです、いろんな動きをしてるわけでしょ、はい、きっと自分がこう仕事をしたいスペースを早めに埋めないとか、あ、もう取っとくってことね。いや、そうです、そうです、ね、わざとこっち側に行っといてディフェンダーこっち寄せといて、わざと開けとく、はい、あ、それは面白いな。そんな風になかなか見えないですからね、あのテレビとかなんかだけ見てると。そうなんですね。そうそうそう、やっぱりサッカーって実は全体見るのが楽しいですよね、うん、本当に。お、来ましたよ、ちょっと、お、ちょっとピンチですね。これは山中のキックはいいですよ。いいですか、福森に、福森に入りますよ。どっちがいい、あ、そうですかちょっとパワー系なんですよね、山中選手、山中君の無回転とか。あーはーはー、おー、いや、楽しみですね、これは。いや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 、いい距離ですね。あの、坪井さんより先に、2秒先に我々結果が分かりました。いや、だいぶこっちの画像も追いついてきてるんじゃないかな。あ、そうですか。そんなことあるどっちが狙います？直接行くでしょ？いや、直だと思います。あ、もう全然ダメでしたね。はい、やりましたね、日本からね。難しいですね。これはすいません、あの、ちょっと擁護できないですね、今。あのミスです。今のはミスだと思います。ミスね、うわー、もうドーッといきましたね。いや、まあ、無回転狙ってるような感じはしますけど、ね、はい。そういうことね。何かを狙ってそういうふうになるんですね。お、浦和レッズが前からプレス行きました。おそうですね。今日初めてじゃないですか。おあ、本当だ。あれ、ちょっと変えてきましたね。そうですね。今のでちょっとここは行こうという、うん。まあね、前半ももうあと10分ぐらいですからね。そうですね。ああ、ちょっとこれ前がかりに行くぞっていう。うん、おう。いいんじゃないですか。僕はまあ、コンサドーレ見てしっかりボール持つチームにはこうやって僕プレッシャー行くべきだと思ってるんで。ああ、はいはいはい、逆にね。はい。なるほどね。まあ、もちろんスペースを埋めて、こうやるっていうのも戦術の一つなんですけど。うん、おー、いいぞ、いいよ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 、来るよ、来るよ、来るよ、まだいける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 、いいよ、いいよ、いいよ、うわー、やだな、おー、いいよ、あ、いいよ、いいよ、まだじゃん、じゃん、ねえ、いや、まだまだいる、まだいる、まだ、まだ、まだ、田中が、俊太、いや、もう、金子君がいいよ、左切って、いや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 、田中俊の、はい、わー、ね、アンダー23に日本代表の候補に選ばれて、はい、今、ね、金子も3人いますもんね。金子君もそうですよね、はい、言ってますから、あの大卒ルーキーが、ね、高峰もいいです、ね、そう、大卒ルーキーでいい選手が来てそのまま即戦力みたいになってるところ、いや、今年大卒ルーキーいいんじゃないですか。だから川崎の三笘君もそうですね、あ、そうですね、頑張ってますよね、まあ、旗手とかもそうですし、そうですよね、はい、なかなかいい人材がこう若手が今後盛り上げてくれて、ね、ゆくゆくは A 代表っていう感じでね。まあまあ、僕も大卒なんで、はい、まあ、頑張ってほしいよね、やっぱ大卒は。やはりサッカー選手ってやっぱ大卒多いじゃないですか、意外と。割とそうですね。野球だったらね、高校生がすごく多いけど、はいはいはい、何ですか、そのサッカーのその文化は。やばい、やばい、いや、今のはもう個人技で決めてほしかったね。そうですね、今のは、うわ、ほら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 、うーっと、これは決めるでしょ、うわ、今足だった、いや
足当たってないじゃないですか。当たってないですよ。狙ったんじゃないですかね。いや、これは関西行くんじゃないですか。これどう見ても。おっ、だってずっと。いや、ちょっと崩されてますね。いい形作ってますよ。いいですよ、いいですよ。真ん中に、やっぱ、チェンジアップ。ちょっと、まだ、出てない。まだいけ。出張れ。福森ちょっと人が、ね、匂いがしませんね、得点の。密集してますからね、なかなか。いやいや、もうレッツはこれ割り切って守るしかないですね、今のこの時間帯はちょっと。おっと、ああ、今のちょっと。まだまだ、あ、いいですね。おお、でもちょっと拾ってますね。一回外で。いいですよ。そう。金子おお、うまい、うまい、うわー、あそこにいたら。でもコーナーいただきました。おお。いや、金子くんいいな。いや、いいんですよ。やっぱり、ね、細かい感じで。やっぱり、ね、金子をルーカスのサイドでこう切り崩していくって、ね。まあ、なんとかもうレッツは人にどんどん出ていくしかないですね。人に、ね、スペース開けたらもう好きなようにやられちゃうんで、ね。本当にね、いるもんね。もう数かけてきてるもんね。この距離感がいいですよね、札幌の選手の今。うん、そうだね、確かに。はい、おい、はいはいはい。それ打つか。はい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 。おお、もう広がる。おお、なんだ今の。空振りしたら。いやー、これですよ、札幌、今、札幌いい時のこの、奪われた後のこの切り替えの速さですね。これ今欲しいですね。はい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 。これはまあしょうがない。ねえ、全然今の。はい。でも今日はやっぱり宮沢キャプテンがちょっと気合い入ってるみたいな。ラストの試合。ええ、それでやっぱりね、アウェーだけどこうね、うん、なんか雰囲気も違うだろうから、ここで人は吹かしたいっていうね。で、いや、ね、サイスタってあるみたいですよ。うん、サイスタでレッツをこう任すと気持ちいいみたいな、うん、そうだろうね、はい、サポーターも熱狂的だからそう逆にね、そうそうそう、逆の力でね、それとやっぱりね、去年のね、ルヴァン のやっぱり取り残したものをここでもう一回っていう思いもあるんで、相手は違うけど、はい、それはね、今日ここの場所っていうのは意識が違うと思いますよ、ね、だから行きたかったんだよな。いやいや、来てほしいですね。いや、本当に行きたいですよ。どうですか、サイスタで。サイスタでやりませんか。それはぜひ、いずれちゃんと世の中が行けるようになったら、うん、そうですね、ぜひお邪魔したいです。雰囲気も味わってみたいですね。遠いんですよね、遠い。僕もだから北海道が試合でしか行ったことないんで、本当はなんかプライベートでやっぱいいとこいっぱいあるから行きたいんですけどね。温泉とか好きなんで。温泉好きなの。もう温泉いっぱいあるんですよ。そうですよね。いいとこだらけですよ。温泉好きなんだね。温泉も湖行きたいんですよ、北海道の。綺麗な湖。いろんな湖に温泉があるじゃないですか。あるあるある。温泉のね、もう湖、バタのところにちょっとあってね。そうです、そうです、そうです。あるあるある。雑誌でしか見たことないですけど、僕は。そこに入ってみたいと。そうなんですよ。坪井さんね、今はサッカーをやってるんですよ。あの温泉に行きたい話じゃない。今クッシャロコの話じゃなかったでしょ。違うよ。違いますか。今はレッツがようやく攻撃に出てますよ、今。あ、来た。惜しいな。そうですかね。いや、レッズはもうだからこの、今はこれしょうがないですけど、こう札幌に攻めさせて、うん、札幌のやっぱワイドが高く出るんで、はいはい、ここをこう山中くんあたりが早くつけるといいですね、山中ゆるきあたりが。そうされる前に、やっぱコンソドレのワイドがかなり、いやでも早いんですよ、ね、帰りが、切り替えが早いんですよ、ね、そうだね、よいしょ、これは大丈夫だ、意外とね、今ね見ててレッズに怖さがないですね、あんまり、今のところね、今のところね。まあ、ここまで40分間ですね。ここまで40分。いや、そもそもやっぱりイメージとしてレッツは強いっ
っていう、まあありますね、先入観がすごい大きいものがあるから、うんうんありますね、うん、その中で言うとやっぱりね攻めかかってて、いやそれはやっぱりこうコンサドーレがチャレンジしてるからじゃないですか、うんうんうん、まあでもレッズからするとやっぱりそういうふうに思われ続けなきゃいけないようなサッカーをしたいですよね。いやレッズってやんの嫌だなってやっぱ思わせたいですね。そう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 。いや俺ねあのユニフォームの中で何が一番好きかってレッズが一番好きなんです。ああそうなんですね。この赤とあのねあのタイツが黒いのがかっこいいんですよね。ああね。フォックスのあそこが黒がやっぱいいんですね。そうかっこいいんですよあれが。あれ、ね、札幌もでも赤黒じゃないですかホームは。赤黒なんですけどね、なんかねレッツかっこいいね。あれ急になんか。いやユニフォームの話よ。ああそうですね。赤いユニフォーム着てるチームあるじゃないですか。あのグランパスもそうだしさ。はいはい、まあ僕もともと出身が名古屋なんでね。ああそうなんですね。もともとはグランパス大好きだったんですけど、どうも赤と黄色っていうセンスにちょっとね。なんかちょっと違和感を感じつつみたいなね。その点レッズは良かったんだよな。この赤と黒はやっぱいいですね。わかります。うん、そういう意味ではね、似たようなユニフォームをやってるんだけどね。いやでも今日はお互いにこうミシャの教え子がたくさんいるんで、それは面白いですよね。そこが非常にあれだよね。なんかね、この試合の独特なところだよね。同じような皆さん。監督のことは、まあ、我々と坪井さんもそうだけど、監督のことは大好き。だけど、チームは分かれてちゃった。いや、そうなんですっていうね。そう。おそこ誰か倒れましたね。誰か倒れてる。はい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 。とりあえず今。大丈夫ですかね。出さないから大丈夫です。ああ、倒れてるね。倒れてますね。倒れてますね。出さないのか、球を。いや、含まれたな。お行くのか行くのか行きますね。おお。これ大丈夫か、大丈夫ですか今。福森選手じゃないですかね。うん。おやおや。おや。どうした。いやもう間もなく前半も終わりますね。0対0ですね。ただこれ郡司さんの採点としてはやっぱりねボクシングじゃないんだからやっぱりまあしかも郡司さん古いわ。コンサドーレさんの方が10、レッズ8かな。まあただねサッカーってそういうものじゃないからな。ないからね。いやそうなんですよ。劣勢でも入れられたら終わりだから。パスで変わるからね。ボール保持してても流れがずっと良くても分かんないもんなんですよ。ね。不思議なもんだよね。なんかボールの保持率って言ったら、普通スポーツで言ったら圧倒的にそっちが強いでしょって思うけど、結果を見ると割と6割ボール保持してても、負ける試合ってありますもんね、サッカーの場合ね。そうさせてるっていう戦略もありますからね、まあ、さっきの代表の話じゃないですけど、やっぱりあの時もシンガポールなんか圧倒的に僕らボール持ってたけど、そうなんだよ、危なかったですからね。いやもうね、見てた俺たちは不甲斐なかったなんで取らねえんだ、なんで取らねえんだ、申し訳ございません。最後藤田が取ってくれて、あ、ちょうやく取れたと思あるよね、そういうのね。そこがサッカーの非常に他のスポーツとはちょっと違うところなんですよね。他のスポーツやっぱりボールの保持率、ラグビーなんか全くそうだけど、保持率が強い方がもちろん攻撃してるっていうことであるんだけど、サッカーわざと持たせるってこともあるわけでしょ。まあ戦術的にはそれやっぱやりますからね。ね、そこがちょっとねやっぱり面白いところだなと思って。本当に最後の最後までやっぱり、ね、見逃せないというか、結果がもう本当に変わっちゃうことありますか。ああ、そうなんですよ。こんだけ入れなかったのに2、3分で2点入れることもあるからね。そうなんですよ。昔なんです、ね、いやエベルトンがいい守備しましたね。いやいや、ルーカスが良かった。いやいや、ルーカスのこのルーカスの髪型が好きなんですよ。髪型ですか。ちょっと直角になってますね、横が。頭の形が好きですね、なんかあのヘあれ彼のヘディングみたいですね、あの直角な感じのヘッドが見たいですね。お、いい顔が映りました。いやー渋い顔してるな、いい顔してる。渋い、いい顔してる。いい顔してる。ミシャのあのシワがいいですね。
いや俺立ち姿ですねやっぱなんか ね, うん絶対もう立ってるでしょずっとなんかいやそうなんですよでうろ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 こう体を揺らしながらなんかしてるのがあれがいいんですよねいやこれはちょっとちょっと危ないですね。ディフェンスやってる時やっぱりどうしてもさ足に入んなきゃいけないでしょフォワードの、あれってやっぱりでもねプロでやってる以上やらなきゃいけないんだけどやっぱりなんか危ないって思う時あるでしょきっといやありますありますはいねなんでまあやっぱり止めなきゃいけないのは止めなきゃいけないんですけど、やっぱり怪我はなんとなく分かるんで、ね、これ言ったら危ないなってやっぱ危ないなってねそこはなんとかこう守備者も考えてほしいですよ ねいやギリギリだよねなんかディフェンダーの人ってねやんなきゃいけないしね遠慮なんか絶対しちゃいけないけど、ねまあ、僕なんかも結果足に当たっちゃうとかありましたけどなるべくそのボールに行こうとした結果になるようには意識はしてましたもうねいやその意識がディフェンダーにないとやっぱりサッカーっていう競技自体がねもう成り立たなくなっちゃう足に行くことがね状態化しちゃうとねだってやっぱり我々が見たいのはやっぱフォワードの華麗な足さばきでね、はいはい、残念ながらディフェンダーを抜いていくっていうのを見たいわけじゃないファンとしてはディフェンダーが止めるのを見たいわけじゃないからいやそうディフェンダーが地味に体入れるところを見たいわけじゃないですもんねそうどうでもいいんですよいやそれ僕らの醍醐味なんですけど ねえそれは我々にはあんまり伝わらないからやっぱりねさっとこうね残念ながらあなたたちが悔しい思いをしてね華麗に抜かれていくのを我々はおっしゃって見ちゃうところがありますからねそうで終わってからもうテレビニュースとかスポーツ番組でやるじゃないですか僕らが映るのはもうやられてるシーンしか映るんです、ね、そうあなたたちのいい守備ってあまり映らないですもんねそうなんですよあーっと今の惜しかったもう一発ね、サッカーはやっぱりこっち盛り上がっちゃうもん。スコイさんがいくらね、体を張った守備をプレーしようとね、なかなかやっぱ、よくやったと思いますけど。思いますけど、やっぱ。思いますけど、やっぱり、見たいのはそこじゃない。ガッツポーズまではいかないですよね。そうですね。ね。あ、終わりですかね、これで。3分。はい、いやレッツはもうここちょっと耐えなきゃダメですね、もう。いやそうですね。最後の一発ですね、はい、多分ね。まだあるのかな？あ、終わりましたね。終わりましたね。終わりました。前半出たいね。いや、もう。やっと半分終わりました。やっと半分終わりました。あれ？すいません。嬉しいです。よかった。こっからですよ。こっからゲームがようやくね、動いてきます。これから。これからね、後半もね、これはどっちに、これ、まあ当然コンサーが勝つ。雰囲気ですけども、そうですね。ね、まあ、最悪引き分けからみたいな感じ。そういうなんか、前半どっちなんですかね。どっちなんですかね。いや前半やっぱちょっとコンサドーレ良かったですよ。正直にちゃんと忖度なしでやっぱりコンサドーレ。これは事実としてね。じゃあこれ後半どうなるのかっていうのね。はい、これはまた我々一旦ね、はい、休憩を挟んで、はい次後半からまたすごい喋る。僕はそんなにサッカー好きになってないんですけど。あ、そうですか。ごめんなさい。サッカー好きがとにかく坪井さんに話しかけたいっていうだけで。まあ、そうか。やっと半分はたらって。いや、わかりました。次はちょっと、ゲームの流れについて。そうですか。どうしたら、とって、そうですね。匂いがするっていうところがありますよ、ね。すみません。私も、ラグビーは自分でやってたんで、あれなんですけど、ファンなんで。いい、全然いいです。じゃあ、ということで、ちょっと、はい、一旦ここで休憩をして、また5分後ぐらいに再開ということで。はい。はい、後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
ょっと前です。じゃあ、いきます。はい。なんかもう今髪が開いてやりましたけど、なんかね、早いんですけどね、うん、ハーフタイムも喋れみたいな。いや、それはやっぱりね、リクエストが来たみたいな。いやいや、それはやっぱりね、うん、あの見てる人もね、あのハーフタイムね、トイレ行ったって2、3分ですからね。そうですね、うん、あの非常にね、個人的な話なんですけれどもね、はい、あのコンサの選手にはですね、藤村選手っていうのがいましたよ。ああ、藤村蓮君、はいはい、そこも注目してるんですけど、一番の注目はですね、浜太陽選手。あ、はい、彼はですね、うちの息子の友達なんです。マジ？そうなんです。あ、そうなの？同じ高校の同級生でよく一緒に遊んでるという。おお、そうなんです。あ、そうなんですか。そうなんです。そんな身近に。身近に。だけどなかなかね。まあ、まだ、まだ若い若い若い。うんうん、まあ、若いといってもね、大卒ルーキーたちが出てくるんですね、なかなかね。そう、大卒がね、いますからね。いや、いいですよ、田中俊太選手とか金子選手とか、ね、まあまあ、まだスタメンでは出てないですけど、ね、高峰選手とかね。あ、そう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 。高峰選手のやる気ったらないですよ。すごい熱いプレーがいいですね。いや、なんかでもほら、コンさんの場合は、そのね、あの株ね、自分たちのところから上がってくる選手が非常に多いから、それってやっぱりなんか、サッカー見る側としては非常に好感を持てますよね。まあ、地元の選手っていうかね、出身選手が多いっていうところで、うん、ただね、あんまり活躍されるとね、出ていっちゃうから、取られちゃうんですね。取られちゃう。もう本当にもう、田中俊太選手なんて、もうヒヤヒヤですよ。大丈夫かっていうね。レッツあたり狙ってるんじゃないですか。いや、そうですよ。もう、サッカーの選手って、ね、野球だとやっぱりある一定のね、あの FA まで何日中何年ってあるじゃないですか。サッカーそれないじゃないですか、もう。ね、そうですね。全くそうだけど。やっぱりサッカーの選手ってそのチームの愛着っていうのはもちろんあるのかもしれないけど、やっぱり次がもっと強いチームっていう気持ちとかね、すごくあるんですよ、ね。だからまあ、あの選手としてまあまあ、あのやっぱり出れるかどうか、うん、やっぱりそこのところは今あれですけどね。こうそのつぼいさんはどうなの？レッズ長かったでしょ？僕は13年いたので。それは何？つぼいさんお呼びがかかんなかったの？そんなことないでしょ。お呼びはかお呼びあったでしょ。たくさん時々あったようななかったような。いやでもあのやっぱ愛着は非常にありましたよ。うん、ただやっぱどっかで選手としてはあのもちろんお金じゃないですけど、やっぱり評価としてお金をもちろん寿命も短いので、このサラリーとしてお金をもらえる、もっと多くもらえるところに行くっていうのも僕は全然あの普通のことだと思うので、うん、まあそういう部分とやっぱり強いチームに行って活躍してっていう部分もありますし、ね、うん、なんかこうなんか個人事業主なんですよ、サッカーって。そう、なるほど、なるほど。そこがあのやっぱり、うん、そうなんですか、個人事業主。そうなんです、個人事業主。そうなんですよ。その入り口はいいですね。だからやっぱりね、いい企業にね、行かないとね、いい企業と取引していかないとね。ああ、そうなんです。はい、そういうのがあるんで、だからあの契約期間があっても、うん、あの他のチームに移籍金を払えれば、うんうん、他のチームに行ったりとか、そういうのがあるわけですよ、普通に。自由裁量もある。はい、ね、だからそれはある程度選手自身が考えてやらないとっていうところが大きいわけでしょ。そうですね。ね、果たしてあっちのチーム行ってサラリーが多いのがいいのか、うん、それとも出場機会がなくなっちゃうということが選手生命としてどうなのかとかね、はい、そこら辺天秤にかけて、まあ、もう決断するのは自分でしょ、結局。そうです。まあ一応エージェント代理人っていうのはいたりいなかったり、あるけど、はい、あるんですけど、アドバイスはあるけど、はい、決断、最後の決断は自分なので。うん、じゃあ、あれ、坪井さんなかなか決断せずにずっとレッツでやっぱりここの企業との取引が自分にとっては一番居心地がいいみたいなところ。そうですね。まああの決断いろいろ考えなきゃいけないこともあったんですけど、うん、あったでしょ。まあ、でもあったでしょ。あの最後の方はもうやっぱり僕レッツで、あの、うん、いらないって言われるまでやろうっていう気持ちで、お前いらないって言われるまで。いや、今まで俺は逆にもここにいるんだっていう。いや、そうです、そうです。でミシャの僕2年目3年目も出場機会すごい減ってるんですよ、3年間。そうだったんだ。1試合目僕結構フルに近いくらい出て、1年目は、うんうん、で2年目3年目ってすごい出場機会減ったんですけど、あら、うん、まあでもやっぱりミシャがいるからっていうのもありましたし、それは大きかった。大きかったですね。あ、まあ、あとは、まあ、浦和レッズっていうチームにやっぱ愛着があったんで、う
まあ、とりあえず次を選択をする前に、うん、あのさっきも言ったようにここで終わってからもういいよって言われるまで。あ、もう自分の判断じゃなくてね。いや、もういいんだお前は。取引先からね、はい、もうお宅そろそろって言われるまでは俺はずっと取引するんだっていう。いや、そうですね。でもそういうのって結局ね、あの後から見るとやっぱりじゃあレッズの選手誰だったのかっていろいろ中に絶対に飯塚さんの名前入ってくるもんね。あの赤いユニフォーム着てたあなたの姿っていうのはね、まあその後もやっぱり、はい、あの頑張ってよかった、うん、最後まで頑張ってよかったなと思います ね。きっとその下請けじゃないけどもその、ね、個人事業の人たちはやっぱりねある程度印象っていう意味で言うと好印象を残せたっていう側面もありますもんね、うん。まあ、だからなんかサッカー好きなんですよ。サッカー選手、サッカー選手は個人事業主だから全員個人事業主が集まりですよ。いや、今日一番嬉しいのさんが。今日一番嬉しいの。すごいさんね。なるほど。クライシングいましたね。やはり見方が変わりました。だから大変なんですよ。そういうですよね。試合の時コゼロないもんね。そうですそうです。1年だってサッカー選手のね結局じゃあ引退するのって言ったら30過ぎてね、うん、少ししたらやっぱり考えないといけないぐらいそうね、うん、でもそれ一流選手ですからね。J リーグは確かね平均寿命っていうかあの引退って24、5歳のはずですよね。ああ、よくご存知です、鈴井さん。その通りなんですよ。本当にやっぱり小さい頃からサッカー一つでやってきて、プロにはなったけども、いやもう20代中盤ぐらいでもうっていう方が多いわけですよ。何年かしかその個人事業主として契約できないっていう職業っていうことですね。すごい職業じゃない。厳しい世界なんですよ、ね。だからまあね、普通のサラリーマンから言ったら多い。あの練習とかって全然多くないですよね。鳴、うんうん、らしていけばね、人生で鳴らしていけば。大して多くないですよ。いや、そうなんですよ。いいんですサラリーマンもやっぱり気づけたじゃん。ほら、今個人事業主が、ね、それぞれやっぱり球を回しながら。22人の個人事業主が走ってますよ。一つのボールをめくってね。ほら、ね、あのいきなり僕は面白いわけ。そうですよ。いや、これは大変ですよ。一蹴り一蹴りがね、大事ですよ、これ。どこにパスを出すのかなんてね。そうですよ。そうですよ。やっぱそれを考えたら、やっぱこう倒れてらんないですよね。いや、なるほど。倒れてらんない。倒れてらんないですよ。なるほど。そうですよね。それも時間を換算したら、我々サラリーマンの生活と比べたらね、人生と比べたら短いですよ。いや、もうサラリーマン倒れ放題ですよ。倒れ放題。サラリーマン何かと言えば、ね、何かと言えば選手と同じで、ね、そうです。すぐ出てっちゃいますからね、見るのから。そうですよ。倒れてられないね。そう、本当はやっぱり最後は自己管理とかね、体の管理とか、そのトレーニングだけじゃなくて個人で普段から気遣うこととかすごい多いみたいで。それ考えると、ね、だって僕の知ってる J リーガーの選手なんて本当に大好きなラーメンを年に1回しか食べれないですそれぐらいいろいろやっぱ管理でいい。僕カップラーメン好きなんですけど、やっぱ年に1回しか食べないんです。マジで。そう、カップラーメンはなんか良くないんですか。いや、それはやっぱり、ね、まあ、栄養部分とか、あといろんな体脂肪がつきやすいとか、いろんなことがあるので。なるほど。そりゃそうだわ。そういう管理の毎日ですね。すごいよ。先生、総務の方からね、健康診断に行けって言われて、行ってください。いや、ね、体調管理がなってない。サラリーマンはやっぱり個人個人やってらっしゃる。全然体調管理がなってない。もうサラリーマンは8時間の労働だけでいいから、もう寝放題。それ寝放題。8時間じゃ寝てたっていいんだから。俺放題。理由の出なくたっていいんだから。こっちはね、90分ね、あったってさ、そこが勝負どころであるけど、それ以外の時間の方が大事だもんね。いや、そうなんですよ。ここの90分のためにやっぱどれだけこう、いや、そうだね。そうだよ。そのために、それでやっぱりさ、あの上司がさ、優秀じゃないとさ、やっぱり選手もね、せっもう短いんだから、やっぱり優秀な上司っていうのにいた時に初めて自分の力がどれだけ伸びるかっていうのは、ほら、これはもう上司もやっぱりもうサラリーマンだったらね、無視すればいいんだけど、そういうわけにいかないもんね。お、私個人事業主だから上司ないでしょ。いや、上司っていうかね、今ちょっといいとこ見せたね。今レッツよかったですね。まだ持ってる、まだ持ってる、まだ持ってる、続いてますね。ちょっとやばい。今のはちょっと得点の匂いしましたね。前少し吐きましたもん、ね。ちょっと今日一番得点の匂いしたんですかね。今しましたね。ああ、こっからですね。こっからです。こっか
からですね。あ、走ってますよ。はいはいはい、今そして右に2人で手挙げた手挙げた手挙げた。あ、でもそっち、あーって惜しかったね。いや、今ちょっと当たったのか。あ、だから今ね、2人いるどっちを選ぶっていうのもね。お、これここは今巻いてたな。そうですね、今のはちょっと怖かったですね。いや、でもやっぱ最後ゆるきのとこは札幌の選手3人スライディング来てますからね。あれされるとやっぱコースなくなるんですよ。いいですね、いいこと。両方こうやってこう攻めてくるのが、うん、面白いですよね。うん、面白い。もうレッツももう前がかりになってますね、全然 ね、ちょっと前半とは変わりましたね、ちょっとね。そうですね、いいですね。こういう展開を見たいですね。やっぱり。そう。そう。ディフェンダーがね、球を回してるのあんまり見たくないんですよ。ディフェンダーが球回しして遊んでるみたいな感じで言うじゃないですか。そう見えちゃうもん、やっぱりさ、なんか。あるんですよ、いろいろ考えがあるんですよ。あると思う。そうだよ、はい、そうなんだけどね。まあでも、うん、あの気持ちはでも分かります。引退して試合見るようになって。そう、ここ縦パスもったいで入れたいな。おおおおおお、やばい。おっとこれいいよ。あっ、今だから、あっと、今ちょっと遅いな、遅いな、そこじゃない。おっと、今でもいや、でも今がちょっと遅かったな。なんか気迫が今感じられなかったな。そうですね、今ゴールに対する気迫感じなかったな。全然チャンスでしょ今の。いや、危なかったこれは。うわー、ちょっと、ね、狙ったんだね、うん、狙ってたんだね。いや、今のでも彼狙い通りじゃないですか、うん、アンデルソン・ロペスは、うん、うー、そうか。いや、あれ、これブラジルの選手でしたっけ。そうです。はい、総理さんはさ、ね、はい、代表でやっててさ、やっぱり一番もう自分がやっててすげえなこいつらって思ったチームってどこでした。まあ、まあ、やっぱ代表の話で、あの本戦ブラジルやっぱですね。あのドイツ大会の時の2006年、あの先制した後にボコボコにやられたってやつなんですけど、あれ僕見てました、生で。あ、見てました、ドイツで。あ、そう、はい、ドイツ行ったんですか。行きました、僕、あの試合見に。いやー、ありがとうございます、負け試合を。先制してボコボコだったね。ボコボコにされました。そうです。でね、田村選手入れたんですけどもね、僕がいた席っていうのが、ちょっとね、ブラジルのサポーターと一緒の混じってるところだったんで、日本が先制したら、ブラジルがシューッとみんなね、サポーターになってね、すごかったですね。だんだんともうね、息を吹き返してって、最後、我々がシューンとして帰ったそ。それやっぱりもう、ボコボコにされた時はもう手出しできないぐらいやっぱりすごい。いやー、もうちょっと歯立たないなと思いましたね。で、あの試合、最後、やっぱり中田選手があのピッチで横たわってずっといたんですよね。それを生で見て、あ、中田選手、なんかあんな、みたいな。ね、ああ、やめちゃうんだ。そうしたらやめ、僕も実は知らなかったんですよ。そう、だから僕もだからヒデさんどうしたんだろう、立たないなと思って、ね、気づいたらもうやめるっていう。あれなんで。そうなんです。おい、さあ、てか、あいやー、いやー、やった、やった、こまい、こまい、やっぱり元レッツ。フルス。元レッツですよ、こまいは。決めたかったねー、やっぱりレッツ戦で。いいですよ。はいはいはい、いや、綺麗だったな。そうだね。綺麗です。いや、綺麗ですね。あと2人。いや、いいです。よくウィニングイレブンである感じです。さあ、もうパッと入った。綺麗でした。よし。いいですね。いやー、これは小前くんが決めたったら、やっぱりレッツのサポーターの皆さんも、ね、小前と。これは綺麗。いや、いいです。これは綺麗。いやー、まあ、あの小前くんも素晴らしいけど、この前やっぱ J もちゃんと引っ張ってる動きですよね。あ、引っ張ってるってことね。これもう多分 J は多分自分にもうパスもらわなくていいと思ってると思うんですよ。
いやー、やられたな。崩さ。しかもパス回しで崩されましたね、完全に。そうだよね。今のは綺麗だったね。まあ、あれこそやっぱミシャやりたいサッカーじゃないですか。ああ、なるほど。こうボールを。もっと。こう、ミシャってなんかサイドも真ん中も、こう、やっぱりどっちもこう選択できるっていう戦術とか、選手にそういう判断を常に持たせるんですよね。もちろん、弁当とかじゃない。いや、そうです、そうです。なんで、だから、まあ、サイドをこう攻めてたら、ほら、こっち開くだろっていう感じで。はい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 。おっと、遠くから打ってきましたね。いや、これでもう、レッズはね、もう攻めてこないといけないですからね。まあ、これでまあ、そうですね、まあ、攻めないといけないし、逆に気をつけなきゃいけないですね、レッズのディフェンダー陣、ね、こう攻めに、ね、攻めがかったところを、うん、札幌としてはこう攻めがかったところ、スペースが空いたところ、ね、あの4-4のブロックが作れてないところ、早くつくこと、それで十分なんで。だからなんか、1点取った後にゲームがガラッと変わるのを見るのも面白いんですよ。うん、そうですよ。もうね、負けてる方はもうディフェンダーも前に出てこなきゃいけないから、逆にもうこっちとしてはチャンスなんですよね。いや、そうです。ああ、開いてる、開いてる。楽しかった。ね、前に出てきてますもんね。これしょうがないですもんね。いや、これもしかもレッツ最終戦ホームなんで。ああ、絶対勝たなきゃダメでしょ。もうこのメンタル的にはもうそういうメンタルになるんで。ですよね。これで逆転をしたいところね、して勝つんだったらまあね、別、うん、のサポーターたちもね、うん、暴動は起こさないですけど、ね。そうです。そんな暴動なんてそんなの主張ですよ。主張。そうだね。ね、大きな主張を主張してくるでしょ、きっと。大きな主張でたまたまバスが囲まれた。ちょっとそう囲くだけで、ね、ただ主張をしてるだけですから、ね。そうです。主張が大きかった、声が大きかったですね。いや、これはまだ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 分かりませんけれども、まあちょっとね、いや、こうやって開いてくれば開いてくるほど、いろんなね、選手がばらけてくればくるほど、やっぱり、なんか、札幌の方がなんか僕は、いけるような気がする。そうです、札幌はこう、隙間、選手の隙間が空いてくると、そこに選手入ってきて、うんね、そこにボール入れて、で、集まってきたら、またその空いた外を使うとかしてくるんで。いやほらほらもう、あんまり展開的にはよろしくないですね。いいですね、札幌の流れになってきてますよね。僕、スタジアムで見た2試合は両方とも負けてませんから、コンサート。コンサート負けたとこ見たことない。今年ですか？まだですね、はい、でもこうやってね、いいボールを保持して、はい、逆に、ね、ちょっとずつ、ちょっとずつ隙間がね、こう空いてくるんですよね。ちょっと良かったですね。今のも良かったですね。いいですね。いいですね。まだ分からない、言ってはな。言ってはわからない。いや、今ね、レッズのサポーターたち、静かですね。まあ、声を出してはいけないのもあるかもしれないですけど、なんか静まり返ってるのが、もう今、札幌に行っても、もう、ひしひしと分かりますね。感じますか？こっち、東京ではあんまり感じないですけど。いや、全然感じますね、今ね。ああ、静まり返ってんなっていうね。いやー、ちょっと頑張ってほしいな。いやー、そうですよ、そうですよ。ね、こうなってじゃあ1点さ先制されて、まあ、後半早々、うん、じゃあこれでディフェンダーもやっぱりね守るのはもう当然だけどやっぱり攻撃の方に目が行くわけでしょ。そうなんですよ。まあ展開的には本当はだから 0-0 でも良かったかなと思ったんですよ、ね、札幌にボール持たれてても、はい、まあ、常に集中しながら守りながらやっぱり1個のチャンスを狙うっていうのもありかなと思ってたんですけど、うんうん、いや難しくなってきましたね。非常に。さあ、非常に。さあ、この時にね、今、フィールドに、坪井さんいたら、どんな指示を、レッズの人たちには。僕は、まあ、まだ57分、まだ時間、はいはい、まあ、30分ぐらいあるんで、まだ、とにかく焦っていくなってことは言いますね。焦るなと。はい、うん、あとは、やっぱり、札幌にこう好きなようにボール動かされたくないので、はいはい、そうですよね。まずはマイボールをちょっとちゃんと自分たちの時間作ろうっていうことと、おう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 、あとは奪いに行くことも大事だっていうことですかね。それは奪いに行くのは
前が焦っていく場合があるんですよ、こういう状況で。そうですよね。そこだけをなんとか抑えて、徐々に徐々にこう、あのこうディフェンスラインを上げていきたいんですよね、徐々に徐々に。ああ、ちょっとずつね。ちょっとずつでいいですね。あ、いや、こうなってくると、奪いにかかってくると、ちょっと前の選手が焦ってるのが見えちゃうよね、後ろね。そこをまだ見せるのはまだ早いかな。まだ早い。まだ早いかな。まだ早い。はい、やっぱりあれなんですか、こう失点されてしまったらこう若干動揺っていうのはあるんですか。それはあるでしょう。動揺はまあ時間帯にもよりますね、やっぱり。まだね。で、割とあんまり早く点取っても、それあるよね。いや、まだちょっとこっからまだまだ時間に忙しくなったらやだなみたいな。あ、ほら、先に早々に点取られると今度ディフェンス側のプレッシャーって大きいよね。いや、そうです。まだ取れてなくて 0-0 だったら、はい、心保っていけるけど、ちょっと変なプレッシャーかかるよね、それは。結構だから、あの 0-0 でいって終了間際に点取ってほしかったりとかするんですよ。そうだよね。それがディフェンダーとにとっては一番精神状態がいい。最後押し込まれる時間帯があって、もう5分くらいしのげばってなるんで。ちょっとね、盛り気になってね、はい、みんなもディフェンダーに注目してくれるし、高嶺選手入りますよ。お高嶺で、おで、キム・ミンテが出るんでセンターバックが出ちゃうから、あれですね、きっと宮澤くんが下がるんでしょう。あらららら、ボランチに多分入って、おいや、彼が今後のコンサドーレ背負っていきますから、高嶺、お高嶺選手、やっぱあのコンサユースからでトップになれなくって筑波大学行って、うん、そうなんだ、そして大学経由したんですね。そうです。いや、もう彼があらららやっぱり、いや、でも僕この大学一旦トップに、うんうん、ユースからトップになれなくて大学に行ってからまたそこのチームに帰ってくるって僕なんかいいなと思ってるんですよ。そう、ね、あの川崎の三笘選手もそうですし、なんかそれってすごいなんか成長をこう待っててくれたのかみたいな、個人的に選手としては嬉しいですよね、うん、やっぱり、そうですね、選手もそうだし、なんか球団としてもそうやって受け入れてくれるっていうのがいいですよね、うん、ああ、なるほどね、サッカーってさ、いや高校野球、あ、野球の場合はね、高校って一番なんかあれだけど、サッカーの場合は大学の4年間っていうのはサッカー選手っていうのはすごい成長するんですか。プロに行くのがいいのか大学っていう、どういう違いが、まあ、あの高校を卒業するときは割と僕は即戦力であれば行ってもいいかなと思うんですよ。はい、なので結局大学に行っていろんなことを学びながら人として成長して、それもサッカーだけでなくサッカーだけじゃない部分ってやっぱ結構大きいので、11対11で、まあ他の団体競技もそうですけど、こうやっぱ自分一人だけの関係で成立しないことばっかりなので。なるほどね、人間関係。そう、それをちょっと学ぶ期間4年間あると、選手としてもやっぱ成長する期間なのかなって気がしますけどね。はあ、なるほどね。あとはやっぱり、やっぱり高校卒業した時点でプロになれないってことは、やっぱりどこかしらちょっと足りないものがあるので、まだね、やっぱその4年間でそこを突き詰められることがピンチですね。もう坪井さんがいい話をしてるときに、もう一点取ってやれと思って。そう言われたらラグビーってやっぱほとんどの大学だね。確かにっていう、まあ、高校からでは無理ですね、イメージは。そうなんですね、やっぱりそういう意味で考えなきゃいけないから、ものすごく確かにその人対人のこのあうんの呼吸じゃないけれども、そっちの方がコミュニケーション能力がすごく大きい。いや、実際本当そうなんですよね、野球の場合割とピッチャーにしても何にしても個人技っていうのがね、非常に重宝されるから、まあ、1対1ですからね、1対1だよね、バッティングにしてもね、サッカーの場合はね、バッティングとは違いますからね、これね、打ち込めばいいってもんじゃないから、パスもらわないとね。そうなんです、どうしようもないからね。まあ、そこはやっぱその4年間でやっぱり成長できる、年齢的にもやっぱすごい時間になるんじゃないですかね、大学。もう坪井さんが話すともうピンチが。ちょっと やめようかな、喋るの。こっちが振りますからもね。あなたが喋り出すとどん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 コンサドーレが舞い上がっていくから。どん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 ベッツが劣勢になるんですよ。そう、今ディフェンスが一人減ってるから話宇宙だから。
そうなんです。もうちょっと僕じゃちょっと前半の感じでちょっと聞き足りなかった温泉の話でもしていいですか。北海道はね、ほらほら、温泉の話したら、ほらほらほら。いや、無理でしょ。おっと、危ない。あ、来た。いやー、これいいですね。ちょっと、支笏湖の方が。あれね、北海道に大した温泉ないから。なんでそんな隠すんですか。隠してない。大した温泉ないんで。いやいや、あります。あかんことがあります。埼玉の方がたくさん温泉あるでしょ。埼玉。埼玉じゃないでしょ。秩父ぐらいかもしれません。さあ、ピーナッツ。コーナー。いやー、チャンスだよ。この後っすよね。よし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 、こまえいいところにいるところに外空いてる外空いてる外空いてる、こまえ外空いてる外空いてる、もうあったー、あーナイス、いい対応。いやーいいねー、ちょっと今のは今の守備のシーンやっぱりピックアップしてほしいですよね、僕的には。いやー、やっぱ地味でしたね、それが話すにね、やっぱりね。それよりも外に開いてた狛江にパスが渡ればもう一回同じようなシーンっていう方にやっぱ目がいっちゃいますよね。そうですね。そっちの方がまあ見てる方は面白いですよね。面白いです。面白いですよね。いいですね。やっぱりディフェンダーの方がなんかいくら何を言おうとやっぱりちょっと地味ですよね。そうなんですよ。プレーのね。お、阿部くんが入りました。ああ、ベテラン入りましたね。僕は。阿部君と個人的にちょっと仲良くて。あ、そうですか。はい。イケメンじゃないですか。ベテランキー。もうベテランですね。もう39です、阿部も。え、そうなんですか。あ、僕が今年41で2つ下なんで、彼は。へえ。じゃあもう個人事業主としてはもうギリギリの。そうですね。ギリギリのところで。まあ、個人事業主としても相当な大きなものは稼ぎましたけど、彼は。そうでした。まあだけどね、まだまだね、サラリーマン生活で言ったら39なんてまだまだペーペーですからね。いやいや、そうですよね。うん、まだまだですよ。課長にもなれないぐらいですからね。そのぐらいですからね。うわ、来たーと思ったのにな。いや、安倍勇気はじゃあ長いって彼はどんなそのプレーとしての特徴があって代表まで行ったんですかね。いや、あのなんていうんですかね、すごいハイレベルです全部が。あ、そう。はい。あ、そう。あ、いけるいけるよこれ、いける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 、やっと惜しかった、今のは惜しかった今の。危ない危ない危ない。あ、これハイレベル、はい、まあ、止める蹴るのキックの胴キックもそうですし、で守備能力もそうですし、で攻撃的な能力もかなりのハイレベルですね。はあ、まあ、あとやっぱ気が利きます、ボランチのあの位置で。お、前に置いときたい選手ですね、僕がセンターバックとしたら。まあ、そういうなんか目立つキックだったりフリーキックだったり、あのそういう部分はあるんですけど、うんうんうん、あの見えないところのやっぱ気がちょっとポジション修正するとか、 まあ、あいつが行ったからちょっとこっち自分は戻ってこうポジション取るとか、そういうことにすごい長けてますね。あ、気が利くんだよ、まあ、そういう意味で言うと簡単に言うともすごい気が利きます。だからその気が利くっていうのはね、そのプレーもそうだけど、やっぱりどっかでね、自分が持ってるものじゃないと、はい、なかなか学び取れないみたいなところはありますもんね。それは阿部勇樹が持ってる。だからサッカー選手やっぱりね、あの自分勝手っていうわけにいかないですもんね。うん、そうなんですよ。ね、どっかで気を利かせるっていう気持ちってありますもんね、絶対ね。ミシャがレッツいるときもやっぱそう、阿部は多分ほぼ全部出てるんで。ああ、そうかそうかそうか。はい、もう申し子みたいなところが。いや、そうですね。かなり影響を受けてますね。あ、逆に言えばもう本当になんか今のコンサドーレスの西田監督の戦い方もよく知ってるってことですね。まあ、そうですね。なるほどね、うん。そういうことよね。こう来るだろうなっていう予測ができるってこと。確かにね。ちょっと怖いそうなんです、ね。ああ、なるほど。おっと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 。うんうんうん。ああ、ちょっとこれいいとこ出したな。これいいとこ出したな。これいいとこ出したな。よっしゃー、そうだ。
いやその前のパス良かったですね。いやでちょっと早いな、やっぱ基準が早いな。これ良かったですよ。これで左が走ってきて、スピード足りなかった。もう浦和のあのプレーに対してもうなずくぐらいの余裕はありますからね、こっちはもう。あ、いいプレーだったねっていうぐらいの余裕があるんですよね。あんまり少ないんでね、今回はね。まだまだ22分ありますからね。まだね、まだあのレッズのところでディフェンダーのつぼいとしてはまだ大丈夫だと。まだ焦るなと。今声を上げているということだね。自分たちのやることちゃんとしっかりやればいいんだ、大丈夫だ。やればいいんだ。笑わせんなっていうね、まだあと20分あるんだってことですね。いつあなたがね、いつあなたが大声でして、早くやれって言うかって。行けって言うか。許せる場合じゃねえっつって。そう。早くって言うかってことですよね。まだ大丈夫。まだ大丈夫。まだ大丈夫です、ね、あ、これは失点シーンが今。はい。あ、ね、あ、さっきのね。ああびっくりした、ね、引きつけた。またやっちゃったかと思って。また同じシーンやられちゃった。また同じパターンか、そうかそうか。今ね、若干水を入れて、今年でもこの給水とあと交代枠が5人っていうのがまた面白いんですよね。交代枠ってどう考えるんですかね。3人から5人に。いや、僕は今年1年間こう見てて5人の方がいいなって気しますね。おお、それはどういうこと。まあやっぱり特に夏場なんですけど、やっぱり疲れでやっぱゲーム自体の質が落ちたりするんですけど、でも5人となると半分変えれるんで、最後の最後までこう、そうなんですよ。最後の最後までこうなんか選手の強度、プレーの強度っていうのが落ちない気がするんですよね。なるほどね。それ見てて非常に面白いな。なるほど。大体がサッカーってそんな真夏にやるねようなものではないですもんね。でそこでね、そこでプレーの質が下がるというか、どうしようもない質というか、もう体力的にどうしようもないところありますよね。いや、もうその最近の暑さからするともうどうしようもないんですよね。いや、信じないですよね。はい、そこを5人っていうのはね、半分、あ、そうか、半分変えられるんですもんね。そうです。なんでまあ監督としてのこの選択肢も増えるじゃないですか。そこ1点取られたらこういう選手でこう変えるっていう、はい、まあ見てる方もね、面白さは確かにあるので、ね、ベンチにいる選手のモチベーションも上がりますよね。ああ、そうです、それもそうですね、出れるっていう、あとはもうやっぱり監督が思い切った采配するときに、ああ交代枠でもあと1人しかいないからどうしようかっていう迷いがやっぱり少なくなって、その間もゲームは進んでしまうからね。そうなんですよ。その迷いっていうのはなるべくなくしたいっていう、まあ、見てる方からするとそっちの方がいいですよね。あ、ここの2人変えてきたかとか、一気に2人を変えることだって全然ね、途中でできるしね。そうするとガラッと変わりますもんね、本当にね。それ確かに見てて面白い。レッツ3バックっぽくしましたね。システムちょっと変えてきましたね。ああ、でもかなり前に人数を入れて。ただまだ焦るなっていうことですかね、坪井さんね。まああと20分か。そろそろ、っていうね。まあ、ちょっと、1点ですからね。はい、3バックにして、こう、人と人のこう噛み合わせを合うようにしてるので、ちょっと積極的に前から取り入ってもいいかな。行っていいぞっていう感じが、ね、はい、出てますね、今ちょっとね。ちょっとね、ちょっと、北海道でご覧の皆さんを焦らすようにしてほしい。いや、きっとね、見ている人はね、レッズのファンが多いでしょう、それはね、数的に言ってもね。まあそこにね、我々がこうやってコンサドーレイベントのね、ことを言ってばっかりですけど、レッツ頑張ってくださいよね。いやー、なんか、危ない。ねえ、いや、すが、すがちゃんはこういうミドル打ちますよね。なんかすごい、皆さん、人生の諸先輩ですけども、ちょっと腹立ちますね。そうですよ。うちがそうなんですよ。こういうものを見たらね、あっという間に畳みかけていきますからね。すぐマウンティングしますからね。すぐマウント取っておきますからね。レ
ッツですよ、水さん。ねえ、やっぱあの天下のレッツなんだよ。やっぱり良かった、ミドルシュートね。良かったですね。でもちょっと打たれてますよね、ミドルが。いやー、やっぱりコオロギがちょっとね、前半退場、ね、うん。ちょっとあれはあの予定外でしたよね。予定外でしたね。もっと彼のプレー見たかったな。うんお、行く行く、よし、いいぞいいぞいいぞ、前がかり前がかり、よし、まだここから掘り返して、おっと、うわー、いや今なんでしょう、ああいいよ、さあ落ち着いて、さあほら落ち着いてね、まだ落ち着いて、そう攻撃チャンス少ないんだから落ち着かないとやっぱりね、大事にしないといけないですもんね、すごいさすね、そうですそうです。まずはね、ボールを失わないのも大事ですけどね、前、早く打つなんてもう大事よ。お、これやばいやばいやばい。おお、来た。いやー。いやー。ケインよ、早く立たなきゃ。いやいや、これさんなんとか後ろに行きましたからね、もうのけましたからね、今ね。これは。お、こわ。これは決めるでしょ。あ、決めたい。いやー、でもやっぱ最後入ってますね。人がコンサドーレ札幌ディフェンスが入ってますね。今監督が時計を随分気にしてますよ。まだ焦らなくて大丈夫ですかね。いや、全然あの今時計見たんでしょ。今何時かなぐらいじゃないですか。あ、そうですか。時間、ね、今日の夜の予定があるんで。予定がある、ね。そうです、そうです。ってるわけではない。ああ、違います。今日の夜ご飯のこの予定があるので、夜ご飯なので、ね、三木監督も、はい、忙しいんで。そういうことですね。ちょっとごめんなさい。なんかもう監督ももうそろそろっていう、なんか坪井さんはまだ大丈夫だって言ってる。監督はもうそろそろ行けるっていう感じに見えちゃったんでね。すみません。いやー、もうカメラもこれミシャ映さないからもう。そうですね。いやー、今もミシャも。ちょっと若干ね、おいいぞいいぞっていう、なんか西野の喜んでる顔みたいですね。うん、まあ個人的にはまあそれはいいですけど、西野が喜んでる。まあいいですけど、まあいいけども。ということはっていうことですよね。さあ、あと15分になってきましたけど、まだ坪井さん的にはまだディフェンダーとしてはまだ。うん。うん。そろそろ積極的に取りに行っていいんじゃないかな。もっと行っていいじゃないかと。もっと行けと。はいはい、あ、外いいですよ。いいですよ。そう。真ん中来ました。はい。いや、あそこ関わる人数をやっぱ増やしたいな。あ、はい。多かったですもんね。はい。おっと、走ってる。いいよ。ただね、ここは別にそこまで無理する必要ないですからね。この時間になると札幌はね、うん、そうなんですよね、これ、ね、言ってるように見せかけて止まっても別に、うん、でもボールさえ保持しとけば札幌もでも、いや、ミシャ的にやっぱもう1点取りたいんじゃないかな。それは、ね、いや、そうですね、まあ、そうですけど別に今のところ無理していかなくてもね、いや、サポーターもね、やっぱあと1点取って、いや、そう、残り5分でですね、早坂石川って出したいんですよね。引退。そうですね。ホームでは出てきたんですけど、ホーム最終戦は。お、早坂来た。ああ、来ました。映えますね。ああ、もう引退です。引退なんですか。はい、26番、早坂選手。これが最後の試合です。あ、そうですか。はい、あと、康介ですね。はい、白井康介は僕、ベルマレで一緒にやってるんで。あ、そうですか。はい。早坂。ジェイとかでこう。でもあと残りね15分、ここでこのもう今回これで最後なんだっていう選手の、ね、力ってやっぱり ね、これ大事ですよね。ね、あると思いますよ。ね、さすがミシャ。お、浦和も変えてきましたね。浦和も変えましたね。おベテラン宇賀神と武田ですね。おお、よく一字違いですけれどもね、大選手いましたけども。中田入れてるじゃん、全く同じ。いや、でもこれ本当に彼の親が好きでつけたみたいです。え、そうなんですか。あ、そうだそう、本当にそうらしいです。さあこっからのね、もちろん札幌だってね、守りを固めて守ろうっていう姿勢ではないですからね、うん、そうですね、これはどう見たって、そうそう、もう行こう取りに行こう、もう
だからなんかほら国の代表としてまあワールドカップ短いじゃないですか。それと J リーグとの戦いってやっぱ全然違うでしょ、きっと試合ってね。そうですね、まあやっぱりそこの一戦集中で結果を出さなきゃいけないワールドカップなんで。でもワールドカップの場合ね、日本がこの前のワールドカップでね、あの途中からもう1点差で負けていいみたいなね、試合も見せたって言ったりとかね、ああいう戦い方ってやっぱりね、意外と僕は全然否定的じゃなくて、あ、これはトーナメントで言えばそれはそうだなとか思いつつね。だからそれは面白いですよね。だから J リーグの場合もだって何ね、長いですから、その中でって考えるとね、いろんな戦い方きっとあるんだろうな。まあ、そのカードとかいろんな累積とか、そういうのもあったりして、そういう戦い方も監督も考えると思うので。いや、でも今日ばかりは最終戦ですからね。勝ったないとね。そうですね。引き分けでいいっていうわけじゃないですよ。いや、両チームとね。ホーム最終戦っていうのはやっぱり勝たないと。ねえ。ちょっと拮抗してますね。いや、ちょっとテンポ出てきましたね、浦和レッズ。ねえ。出てきてますね。やっぱもう、それはもう後ろから、つぼいの声が聞こえますから、もう行けっていうつぼいの声がいよいよ聞こえてますからね。いやもう安倍に、今安倍に魂を送ってますから。安倍にね、そう安倍勇気がね、それは感じてますよ、もうそれはもう。それはそうですよ。いや、ここからちょっと試合に集中して、あと10分ですね。あと10分ですね。あと10分ですね。このまま守りきるのか、それとも、すごいの、いけって声が届くのか、阿部勇樹に。札幌がちょっと隙間作ってくれないですね、なかなか。そう、おかしいな、ミシャ守備の練習そんなしないんだけど、ね、今いいですね、きっちりやってますね、きっちりやってるな、みんなやってますね。札幌行って守備の練習するようになったのかな。しなかったの。レッツいるときはほとんどしないですね。ほとんどしないの。もうでもあれです、要はゲーム形式の練習とかで対人プレーになると、要はもういい攻撃があればもうそれが守備の練習だっていうふうに言ってたんだ。なるほどね。トレーニング中がいい攻撃ができれば、もうそれに対応する守備が試合に対するトレーニングだって。あ、なるほど、なるほど。多分そういう考えなので。いいですよ、それはなんかすごく。ね、守備の練習ってじゃあ一体何だってなると。いや、まあまあそうなんですよ。結構ないんですよ。ねえ、そうですよね。結構ないんですよ。やっぱりそうですよね。そうなんですよ。なんかこうヘディングでクリアするっていうのを、ね、まあやっぱどうしてもリアリティに欠けちゃうんで、守備そうですよね。まあね、自分でね、あの個人練習でやるぐらいはいろいろあるんでしょうけども、やっぱりフォーメーションでね、向こうから本気でかかってる人、状況と左にいるのか右にいるのか、全然ね、はい、体の動かし方変わりますもんね。そうなんで、まあまあ、要するにまあミシャの言ってることっていうのは理にかなってる。もうそうなんですよね。そうなんですよね。だけど、坪井さんからすると、現役時代は、練習しねえなって思ってたっていうことですね。守備の練習全然しねえな。しねえなって思ってたっていうことですよね。選手でやってたら、例えばこの1点差、何分ぐらいからもうやっぱりなんかもう焦り始めちゃうんですか？あ、もう10分はかなり来てますよ。10分はもう来てんだ、やっぱりね。もう来てますね。ただね、そこをなんとか大丈夫だ、まだあるって言っているんだけど、みたいな。わぁ！でも多分ね、でも最終戦ですから、こうコンサドーレの選手も、まあ今ね、早坂選手にいらっしゃいますけども、33番のね、ドゥグラス・オリベイラとかも、はいはい、下手すらライキャンっていうところでは、やっぱ結果出さないと、残留できないな、みたいな、個人事業に、ね、そうですよね。必死さがこの10分に出ると思います。ああ、そうですよね。最後の査定のね、そう一番ギリギリと。誰ですか、どこにいらっしゃって。特にドドは、ちょっと来年っていうところでは、
結果出したいですよね。うん、いや結構このやっぱり終わりの方のゲームって大事なんですよね。そういう印象をつけるとそうそう印象はね、うん、それはサラリーマンの世界でもありますからあります期末決算の売上が大きい方がねそれはありますよ、うん、おーらこのままここでいいですよいいですよここ行きます。あ打ちすぎた早かったいやでもねロペスもねやっぱ2桁狙ってますからねやっぱりその最後の最後に4番やっぱり入れたいんですよ。このトップ2人はね入れたいんですよ入れたいですよね今後のかけないですもんね。いやだけど今のはちょっと早かったな。まあコーナーですね。さあ周作取って簡単だな。カウンターいきますかね、これ。まあ、時間的にもね。福森のいいボールで、もう喉が荒い気ののぞきをつなぐ。いやー、嫌だな、いいボール、いいボール蹴るんだよな。真ん中行った。はいはい、一回開いてよ。こっちは落ち着いてるんですよ。はい、こっちは。そうそうは落ち着いて、ああ、そう落ち着け、そう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 、もう蹴らせない蹴らせない、蹴らせない、あ、取られ、おっと、いいよ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 、そうここに出たい、ここに人が出たい、行かないと、来ない来ない、列来ないよ、行かないと、回させてるよ回させてるよ、うわいいよ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 、おお。ありがとうございます。いやー、素晴らしい。いやー、余裕ですね。ミシャ余裕だね。いやー、スムさんどうしました？画面に映ってませんよ。すごいさ。いや、もう僕はマリモになり、マリモになりました。アカンコのマリモになりました、僕は。いやービューティフルビューティフルゴールだなこれ。素晴らしいですね。うわすごい。ついに崩れましたね今。すごい。これ最後決めたの誰ですかこれ今。田中俊太ですね。ああ田中俊太か。いやうわすごい素晴らしい。これミスターね、もういろんなところでやりましょう。大体勝ちますよ。そうですね。俺らがやれば大体。かけもう。大元の交差通りさんやってくんないと思う。俺らを呼べば勝ちます。どんな試合でも坪井さんさえ呼べば勝ちます。坪井さんできるな。割り子になるから。逆チームが絶対呼ばなくなるじゃないですか、僕のことは。もうでもいいですよ。そうなったらあの皆さんやってもらって、僕をあの別にこっそり呼んでもらえれば、僕はちゃんとその。そうですよね。そう、僕はあの敵としてちゃんと来ますから。敵としたところでも。わあ。はい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 。いやあと4分ですか。うん、ね4分3分ですか。いや、レッツにもぜひ1点取ってほしいですね。せめてですね。1点取ってほしいですね。いやーちょっとさっきの失点しもう一回見ようかな。いやでもあれ大事なんだよなあいうプレーが。あそうですか。いやもういいな早坂いいな。保持して、うわーって、いやいや、そんなテクニックじゃないんだよ。
しなさいよ。別にボールなんか渡すんじゃないよ。よし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 。大事に行こう、大事に行こう。教えて、教えて。教えて、もうあと2分、2分あるから。いよいよ。教えて行こう、落ち着いて、落ち着いて。ちょっとほら、ここに人が出てこれないんだよね。ね、来ないよね。そうなんだよね。ここ。いや、でもちょっと、やってんのかな、コンサドーレのテンポがいいですね。もう、ああ、なるほど。どっかって、やっぱテンポってよくわかんないけど、きっとそういうものをね、如実に感じるんでしょうね。なんか、行こうと思ってるのにポンと出される。いや、そうなんです。あと、やっぱこの、今、ちょうど人の、バーって全体映ると、人の距離がすごいいいんで、あ、いいですよね。やっぱ、距離感がいいとボールが動くんですよね。はいはい、レッツの方にちょっと目を向けて今こうどうすべきかっていうね今もう真ん中でもう焦りまくってるから真ん中で、はい、ボールに行かなきゃってここにいる場合じゃねえんだ、早く奪えってことで、いや、そう、もうボール取らなきゃもうこれ攻められないですからね。いや、そうなんで、このボール保持者に対してこの角度がみんなちゃんと取ってるんですよね。ああ、なるほどね。あの前、はい、前左右とこの。うわ、来ちゃった。うわ。うわ。いや、いいです、いいです。全然。うわ、打ってきましょう、つぶさん。いや、流れが。うわ。空いてますもんな。いやいや。いやこれまだ得点の匂いするね、やっぱり。ね、しますね、全然。コンサにしか匂いがしないんですよね。これは。おかしいなぁ。おかしいなぁ。ちょっと。スケタマスタジアムだ。やっぱ今日、場所が、僕の場所が悪かったかな。東京って、やっぱ埼玉じゃないのが。あ、うわぁ、くそー早坂くそー今、早坂でした。早坂、記念させたかった。今のはちょっとあと、ね、何センチ当てればもうさすがの西川修作も手が届かないというところで、ほらもう修作も怒ってるよ、ほら怒ってましたね今ね、怒ってる怒ってる大月さんはいつもあんな顔です。あ、そうだった。いやいいな、もうこうなったら頑張れみんな。いや、あの全然まだあと4分あります。あ、4分ですね。がっちり固めてるな。がっちりと絶対こんな練習はしてないはずなんですよ。いやもうこれいいんじゃないですか。浦和レッズはもうこれなりふり構わず行くべきじゃないですか。もうそうですよね、うん、もう坪井さんもね、もう前の方にいるのが見えますもん今。クリオがいない今俺が行くしかない。いやもう黒い黒い今クリオいたらやばいっすよね。ああもうこれもう超えまくってますよ。超えまくってますよね。総武最終戦でお前ら男だろう、お前ら男だろうって言ってますから。言ってんの、言ってます。男だろうって言うの言います。それプレート関係ねえな。関係ない。まあ戦えっていうことですよ。戦えっていうことね。男だろってやつよく言いますから。あ、そうですか。はい、いや、硬いな。来ましたね。いやいやいや。来ましたね。来ました。ちょっと、あ、そうここでね、きっちりと、あ、いいよいいよ、きっちりと収めましたよ。はいはい、イエロー出た。おお、ファールですね。しょうがない、さあ、あと1分半となりました。何ですか。先ね、さあ、
1分半か。ちょっと。まあ、終わりましょう。よし。かっこいい。あ、かっこいいってどうでもいい。ああ、もうさっきのシーンですね。今、フェイント入れましたもんね、きっちりね。いやいいシーンだな。こう一つのパスに対してこう絡んでる人がやっぱ人数が多いですよね。多かったですね。確かにそういうことですね。あ、そうするとディフェンダーとしてやっぱりね、どこに行くか分からないですもんね。やっぱ向こうに選択肢があるとこっちは限定しづらくなっちゃうんで、ね、どっちも中途半端になるっていう、それかかけるしかないってなっちゃう、ね、そうなんですよ。うん、結構さあもうあと残り15秒ということでございましてですね、さあこれも最後、しかし続くガンと、しかしさんね、ゴール狙って蹴ってほしかったぐらいですね。終わりかな。あ、終わりました。なんと後半2点、最終戦、最終戦2-0、白星で飾れましたね。いやー、なんとそれも浦和レッズの埼玉スタジアムで 2-0、 そしてゲストにお呼びした坪井さん、はい、2-0ということで、はい、2-0 の坪井でございます。2-0 じゃないですね、0-2ですね。いやー、あっと阿部勇樹の声ね、顔が、そうですか。ミシャの嬉しそうな顔はまあいいですけどね。そうですね。いやでもなんかね、初めてやりましたけれども、はい、いや坪井さんにもちょっと本当にいろんな話が聞けて、うん、まあゲームだけじゃなくてね、そうです ね、サッカーというものはどういうものなのか、ね、個人事業主の集まりであるという、そうです、ね、サッカーの戦術的な話はもうほとんどしてないです。いやちょっとこれね、また今季ね、これで J リーグも終わりましたけれどもね、そうですね、これで最終戦ですけれども、非常になんかね、でもこうやってさ、ね、観客もないともコロナの中でっていうのを、坪井さん、現役時代にもちろんなく、まあね、サッカーが全部ね、今まで経験したことないようなところでしたけどもね、でも僕は一つにはその、ね、無観客であっても観客が少なくても、なんかちょっとまたね、あの鳴り物でガーッと応援するっていう、まあ、列お得意のものではなくてね、ちょっと静かなんですけれども、はいはい、そういうサッカーのなんか楽しみ方っていうのを、今年はできたかなっていう気はね。うん、そうですね、またあの違った形でもこう、いろんな部分で楽しめるっていうのが、うん、あの発見はあったと思いますし、まあ、こういう状況じゃなければ、この場ももしかしたらなかったかもしれないですね。そうなんですよ、本当。はい、ね、こうやってズームでとか、こうやってあの一緒に、ね、映像で見るっていうことは、今まであんまりそこまで考えられてないってことなんで、はい、まあ、これは一つの機会としてね、ぜひ、ね、そうですね、あの坪井さんにも、我々の守護神として、ね、我々のディフェンスとして、ぜひね、あの、いやいや、もうそういう形でこれからはやっていこうかなと思ってるので。そうですね、ぜひ、ね、コンサドーレのね、あのディフェンスとして、すごい、来ていただいて。メンバーは4人でいいんですかね。若干、嬉野さんはなんかもう関係ない。嬉野さんもあれですけどね、あのまだ1回目ですね。そうですね、そのうち。今日良かったですよ。今日だから子供もらったね。今日寝なかっただけ偉いとこみたいな。いや、そうです。全然もう、ありがとうございました。ね、ということで、いや、はい、もう長い時間にわたりました。はい、そうですね。ミスターどうでした？なんか今回ちょっと今度やってみて。いやいや、なかなかあのやっぱり元日本代表坪井さんの話を交えて、やっぱりこうやって観戦するのもまた楽しいなって、うん、やっぱり本当にスタジアム行ってもね、知り合いと言っても話せない状況で静かに見るのを1年間続きましたから、うん、こうやって楽しくねトークしながら観戦するのもね、やっぱりサッカーは面白いなと思いましたね。そうです、はい、そこに贅沢ですよ、坪井さんがいらっしゃって、聞きたいこと俺たちは言ってね、聞きたいこと聞いてね。いやでもなんか、答えてくれたからね。こういう形もいいですけど、どっかでこう一緒にこう話しながら、いやそうですよね、できたら楽しいなというのを、ね、そしたら我々の圧はもっと強くなります。いやもう腕磨いときますから、それも。いやそうですよね、じゃあそういうことで、そうですね、こんなんなんかあれじゃないですか、
一緒のチームっていうか、うん、あの日本代表戦を狙ってくれる4人でやれってのはいいですよね。それもね、ぜひ。いやいや、もう、もしあれでしたら、もう、裏に来てください。そうですよね。そうですね。ぜひ、ぜひお邪魔したいです。もう、浦和レッズのね、もう、ファンに囲まれながらね、我々が、我々も、本当にもう、喧嘩売るようなことで。頑張ってほしいよね、みたいな。ね、言うっていう。まあ、それもね、一つのファンの楽しみですからね。はい。ということで、今日は、本当、つぶさん、中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。